みんなこんばんは。待機ありがとう。コウムイ、鉄矢向いてよ。トマト、言い争いをしてしまった。シロさん、待機ありがとう。イカ焼きといえば、マコウさん、待機ありがとう。ヘイストラさんも待機ありがとう。ハタタコンさんも待機ありがとうね。あ、レクイエム課長、こんばんは。いっぱい動き、いっぱい食べた。あとはいっぱい寝るだけだな。はい、ほいじゃね、ほいじゃね。あ、ゲームの玉ちょうど良い。よかったね、すごい。ほいじゃ、ほいじゃね。携帯を使いこなせるな。今日はね、早速育成から始めていくけんね。アオハルハイね、エンディングやって、ほいでほいで。あ、アンさんじゃ、こんにちは、こんばんは。カフェテリアは好きなんだ。うちね、実は今日ね、配信の前にね、雨なめちゃったんじゃけど、配信始まっても解けんから一生懸命感じったね。で、雨なめるタイミングは考えんといけんね。はい、イベントをやっているようだ。それその話じゃなくって、レジェンドレースっていうのがあるらしくて、それね、最後育成の後に。あ、ダメな、流れてもよい。いや、ダメじゃね、音が鳴ってしまうね。あ、ヘイストラさん、ありがとう。うん、大好きだ。ミントの飴じゃね。はい、ほいじゃほいじゃ、早速始めていくね。ええ曲じゃね、本人。言い争いをしてしまった。だが聞いてくれ、イカ焼きといえば姿焼きが普通だろ。アグネスデジタルちゃんとなんか走れるんてね、レジェンドレース。すごい強いって聞いちょるんだけど、勝てるじゃろうか。今日は何をするんだ。あ、ヤンコさん、いらっしゃい。あ、うん、ゆっくり帰ってね、車気をつけてね。どんなトレーニングでもこなしてみせよう。あれじゃね、ストーリーがとにかく気になるよね。チームファーストの2人がちょっと頑張りすぎちょるってこととね。え、これか。調子がいいとこうなる。だから、はい、期待していてくれ。体力もあるし、二次女子トレーニングいけるんね。一応ね、昨日みんなと話をしちょって、あれじゃよね、スピードとスタミナがちょっとあれかねって話しちょったよね。あれじゃね、じゃあスピードをどんどん上げていくね。よろしくお願いします。スキップが入っちゃるね。あ、オグリちゃん完成したらいけ。あ、ちょうど良いね、ちょうど良いね。アクネスデジタルちゃんはなんかすごい、走る場所を選ばんっていう、なんか大馬さんって聞いたんじゃけど、そうじゃね、メインのレースの前にアオハルハイあるね。頑張ってください。あ、新しいイベントじゃね。あれじゃね、すごいね、特盛り食べて、あれじゃね、すごいお腹苦しくならんのじゃね。すごいね。おぐりちゃんのお腹の中どうなっちゃるね。ほんいなりちゃんも呆れちゃるが。おいね、ほんにトレセン学園はご飯の消費量が大変なことになっちゃりそうじゃね。ねえ、和光さん、特盛り余裕じゃってね。え、一応無理じゃね、ちょっともう食べてしまったらもうね、
あのお昼とかに食べたらちょっとお夕飯そんなに食べれんくなるよ。うん。おまさんもやっぱりあれじゃよね、あの体絞らんといけんのよね。ふふん。はい。あ、それはそうじゃね、別バラじゃね、別バラじゃね、別バラとあれじゃね、あのみんなが話す夜食は別バラじゃね。食事は適量が一番いいかな。あんま無理しちゃいけんよ。よし、わかった。おっと、すまない。少し休ませてくれ。G1 は他に何があるかね。あ、安田記念があるよ。安田記念予約取るね。お、少し勉強は光っちょらんね。でもあれじゃね、あの青春ゲージ貯められるよ、これじゃったら。勉強だな。何のクイズ出しちょるんじゃろうね、これ。こういうね、お勉強じゃったらすっごい楽しそうじゃね。お疲れ様です。さて、気がついたらあれじゃね、夏合宿じゃね。はい、あれじゃね、クリークちゃんとね、走ってからすごい、あそこからすごいおぐれちゃんの意識変わったと思うよ。あれからもう1年経ったんじゃね。お願いします。はい、あれじゃね、じゃあレース走った後に休息取らんといけんね。うんうん。ねえ、海にお出かけもしたいんじゃけどな。はい。はい、ちょうどね、今絶好調じゃし。衣装に見合う走りを見せたいんだ。レース行くね、レース。スキルポイントは199。乗り換え上手あるね。はい、サシのスキル揃ったんね。あれじゃね、これでサシのおぐれちゃんがいけるんよ。早速走るんね。はい、ここは負けられない一番人気16番。作戦変更して実力は完全に上位ですね。足にするね。貫禄すら感じてしまいます。そのスピードを見せつけて他は誰が走ってる。に輝いてほしいですね。ヘイローちゃんだろ。17番キングヘイロー。16番人気。ウォッカちゃん。2番人気は2番。ウォッカちゃんもね、すごい差し強いイメージあるね。3番人気は石焼けぶんちゃんだ。何にこの服かわいいが。いい感じに気合が乗っていますね。17番人気は6番。7番人気は8番。ビコーペガサスちゃんじゃ。ビコーペガサス。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。6番。西野フラワーちゃん。11番。西野フラワー。グラスワンダーちゃん。12番。グラスワンダー。バクシンちゃん。14番。桜バクシン王。ここは負けられない。楽しみじゃねえ。はい。16番。横画面でいくね。実力は完全に上位ですね。
じゃね、外側じゃね、外側に寄った方が有利なんよね。すごい。はい、ポッカちゃんが2番じゃね。アイちゃん走るね。はい、行ってくる。行ってらっしゃい。あ、ラオキチさんじゃー、こんばんは。今ね、あれじゃね、重賞 G1 安崎ね、走っちょるよ今からね。あれじゃね、ポグリちゃんはね、先行からね、差しになったんよ。快速自慢が集う東京マイル安田記念。マコウさんありがとう、頑張る。ポグリちゃん頑張って。3番人気には菱あけぼの、2番人気を紹介しましょう。ウォッカ威風堂々とスタートを待つのはオグリちゃんね、みんなの声援で強くなるよ。オグリキャップ1番人気です。気合十分、いい顔してますね。各ウマ娘、ね、ゲートに入って金ピカスキル2つ持ってるよ。さあゲートが開いた。ペピキオカミ、綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。ありがとう、ね、すごい頑張ってほしいね。期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリキャップ、7番会長に飛ばしていきます。さあ花に立てるのは7番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは10番7番10番、2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。先頭は7番、単身で飛ばしていきます。続いて10番、1馬身離れて西のフラワー、4番手マイルじゃからもうあっという間に半分じゃねえ。そして高速を回って桜爆心号、さらには4番オグリキャップ、並んでくる一馬身離れて尾行ペガサス、そしてその後方にはウォッカ。上がってきたね、上がってきたね、上がってきたよ、上がってきたよ。ここから捉えることができるのか。頑張って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 。オグリキャップまだ抑えたままだ。オグリキャップ外で足を溜めています。行くよ行くよ、曲がったよ曲がったよ曲がったよ。オグリキャップ前を狙っているぞ。最終コーナーを曲がって頑張れ頑張れ頑張れ、あとちょっとじゃね、あとちょっとじゃね、3位じゃね、3位じゃね、2位じゃね、どこじゃね、どうじゃね、みんな横並びじゃね、みんな横並びじゃね。はい、頑張って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 、勝ったね勝ったね。西のフラワー、西明けもの、これは強い。おお強いね。後ろを突き放してオグリキャップ、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。オグリキャップ勝ちました。上半期のマイル女王の座に輝いたのはオグリキャップ。2着にはウォッカ、速さ見せつけちゃるね。みんなパチパチありがとう、やったねありがとう。圧勝じゃったね。うい、お腹が空いたな。ほんねほんね、すごい調子良いね。あ、みんな音大丈夫かね。今日ちょっとまた設定変え、ちょっと変えてみたんよ。あとなんかあったら言うてね、気兼ねなくね。みんなにね、すごい絵配信したいから、すごいビシバシね、うちも調教してほしいね、お願いね。あ、サフラデンさんじゃー、 Thank you for coming to watch my channel。 あ、マコさんまだ大丈夫。うん、この設定でうまくいったらね、すごい続けていきたいね。はい、ちょっとプツプツしちょる。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。変になっちゃる、ちょっと待って。うん、どうかね、難しいね、やっぱり。うん、もうね、バシバシやってほしいね。うん、こういうところはすごい、みんながすごい快適にね、楽しめる方にしたいけんね。はい、おぐりちゃんね、すごい A レースじゃったね、すごい戦法変えたけどね、すごい余裕の勝ちじゃったね。うちね、ちょっと心配じゃったよね、すごい差しじゃから。あ、治ったね。
ね、直吉さん、よかったよ。お腹が空いたな。もう走ったせいで、あれじゃね、今日はいっぱい食べてよいよ。本当か？ね、次はあれじゃね、人参フルコースじゃね。サフラディさん、センキュー、センキュー。おお、空腹感が増して、うん、よし。あ、これはあれじゃね、あれじゃね、ライブの衣装がビリっていくやつじゃね。学級委員長ですから。はい、直線校舎、あとはこういうね、サポートの少し疲れがあるみたいだ。スキルをどんどん入れていけたら良いね。これはあれじゃね、お休みじゃね。はい、感謝する。よしよろしく頼む。はい、直線校舎はそこまで強いんくないの？ねえ、なんかまた強いスキルあったらね、見つけたいね。頼む。ノットストロングなんじゃね。あー、なるほどね、ガチャじゃね、ガチャ。サフラディンさん、ありがとね、すごいコメント読みやすいよ。 Thank you very much。 ん？あ、シロさん、そうなんよ、うちのね、寝る、うちがね、指導するマムスメちゃん、みんな寝不足になるけんね、ちょっと心配なんじゃよね。ねえ、すごい。あ、そうなんね、ハタトコンさん、あ、そういうことなんじゃね。運でそういうスキルが変わったりするね。面白いゲームじゃね。ねえ、うちはあんまりあれじゃね、ゲームの運勢そんなに良くないね。いや、もうでも運勢あれじゃね、ガチャの運引き運はあんまりすごくないけど、みんなに声援もらってるとすごい、やっぱりレースは勝っちゃる気がするね。すごい、そこはすごい、うち運がいいと思っちゃるんよ。すごい、あ、通行人もみんなおぐりちゃん見ちょるね。ん、ありがとう。すごいね、こういうのってすごいね、嬉しい反面あるけど、あれね、どこ行っても注目されてしまうから、ちょっとゆっくりできんね。よかったね、でもすごい、うん、次は天皇賞秋じゃね。ああ、うん、頼む。ビッグハンバーガー、ちょっとポテト食べて、お腹膨らませるね。サフラディンさん、面白いね。心のダメージが北さんブラックじゃね。本当か？あれじゃね、トレセン学園じゃないよ、ここ。すまない。あれじゃね、うちのお財布が、トレーナーのお財布がすごい大ピンチじゃね。5万3000クリスタル人参使ってもダメなんね。はい、天皇賞秋をやったら、あれじゃね、次はアリバじゃね。あ、
リスちゃんすごい気合い入っちょるが、何しちょるの？サフラディンさん、センキュー。サフラディンさんもね、すごい、あの、ラックが、グッドラックっていうんかな。あの、ねえ、うちの子、うちのラックを開けてあげる。ちょっと待って、なんて言うちゃろう。うちの幸福を開けてあげる。ねえ、すごい、うちもすごいみんなにもらっちょるね。Share my good fortune with you. え、すごい。みんなすごい頑張っとるね。はい。ねえ、ライスちゃんも頑張るね。調子だ。何でも飛び盛りって書いとるで。スキルはどうしよう。125。あ、サフラディンさん、センキュー、センキューベリーマッチ。あ、予選最後の戦いじゃね。じゃあ、スキル取るね。スキル取るね。のスキルはあんまりないんだよね。線香とか刺しよりかはうちゃんの逃げの馬娘が厄介じゃね。あれだね、この直線校舎をちょっと、直線校舎がこのコーナー加速が欲しいね。はい、貯金色。最高のコンディションだ。いや、もうこれ2位じゃね。2位ちょっと強そうじゃね。でも強そうじゃね。でも、あ、つよしさんじゃん、いらっしゃい。来てくれて嬉しいよ。ありがとう。うん、頑張るよ。すごい。はい、勝てるかな、勝てるかな。勝つね。勝ちに行く。メインレースだけ見るよ。6番人気は4番オグリキャップ。ライバルたちは強力ですが、闘争を期待したいですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。12番人気は5番。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。3番人気は6番、タマモクロス。このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。ここは負けられない。1番人気7番、シンボリルドルフちゃん。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。トップスピード、瞬発力ともにいいもの。ターフクイーンズはめっちゃ、あ、このチームすごい強いの。あ、そんなに強いのみんな。頑張るね。頑張るしかないよね。もう押してしもうたね。押してしもうたね。ライバルたちは強力ですが、闘争を期待したいですね。大丈夫だね。でもみんなと一緒に育てたおぐりちゃんじゃもん。そうですね。負けもん。今回はあれじゃね、みんな内側じゃね。内側、うん、頑張るね。
ップね、位置取りできるとええんじゃけど、あれかね、ちょっと貯金できる相手じゃなかったかもしれんね。タワークイーン出たら一つ下を選ぶくらいには強い。ソニーあれじゃねえ、ちょっとうち、いよいよ始まります。無謀すぎたかもしれんね。人対抗戦青春杯、伸び盛りのブルームス。ファンの期待も高まっています。現在一番人気はチンボレルドル。すごい、実況の人ブルームス読み上げてくれたよ。紹介しましょう。スーパークリーク、注目の天皇賞馬娘オグリキャップ。4枠4番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートリン完了。出走の準備が整いました。さあ、ゲートが開いた。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。直吉さん、ありがとう。頑張るよ。この2人が競り合っているぞ。さあ、花に立ったのは12番。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて、2番手はジンボリルドルフ。第1コーナー回って、第2コーナー。12番、快調に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は12番、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはジンボリルドルフ。1番審査、スーパークリーク。それを見るように8番、この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭から後方まで、隊列は縦長になっています。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭は変わらず。12番、続きました。ジンボリルドルフ8番並んでくる後からスーパークリープ後ろじゃね、後ろじゃね、ナイスネイチャー、そしてその後ろから行くのは5番、向こう方面に入って先頭は12番、先頭は依然12番、サンバシンリード、続いてジンボリルドルフ、後から8番スーパークリーク、4番手ナイスネイチャー、5番手その外並んで5番2馬身差タマモクロス、2番並んできた1馬身離れてオグリーキャップ、そしてその後ろから行くのは11番、後方2番手に9番、そして最後方10番、意気揚々と先頭に行きます。12番どうでしょう、この展開かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、依然として12番2番手に外からスーパークリーク、第4コーナーカーブ、依然先頭は12番2馬身離れてスーパークリーク、さらに8番3馬身離れてジンボリルドルフ、その後から5番2馬身3馬身開いてオグリーキャップ、その外並んで2番少し離れて11番、その内並んでナイスネイチャー、9番並んでくる少し離れてアマモクロス、10番現在シンガリだ、12番先頭をキープ、これは面白い展開だ、このまま進みますか。これは大胆な作戦、波乱の展開になりそうです。各馬娘一段となって下がれちょるね、下がれちょるよ。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。1コーナーから2コーナーへ向かう、現在1番手はスーパークリーク、1馬身離れてジンボリルドルフ、そして8番内の方から12番、5番手に2番、そしてその内を回ってナイスネイチャー、少し離れて5番オグリーキャップ、スキル発動して、さらに玉もクロス、内を回って9番、外で11番、最後方10番スーパークリーク、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、先頭スーパークリーク、レースはよどみなく進んで早いね、早いね、2周目の向上面に入って変わらず先頭を突き進みます。ネンジャちゃん頑張って、スーパークリークまだリードをキープしています。ネンジャちゃん3位まで来たね、3位まで来て、でもすごい離されちゃう、すごい離れちゃう。クリークちゃんとルドルフ会長めっちゃ速いが、内オグリーキャップ、5馬身離れて8番、2馬身離れて12番、頑張って頑張って、9番外から行く、そしてその後ろから行くのは5番、外11番、10番、最後方向からの体勢であります。先頭は相変わらずジンボリルドルフ、第4コーナーを進んで直線へ向かう、ね、馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ差がある、頑張って頑張って、中山の直線は短いぞ、後ろの形は間に合うか、どうなるのどうなるのどうなるの、追いつける、追いついて、もはや独走状態、20を通過、先頭は依然シンボリルドルフ、強い、シンボリルドルフリードは9馬身、シンボリルドルフ足色は衰えた、シンボリルドルフこれは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ、勝ったのはシンボリルドルフ、ね、最高の滑り出しでチームに1勝目を届けました。し2着スーパークリーク、3着に入ったのは2番、距離長いときはねえ、そう内側から不足を痛感する、負けてしまったね、悔しい、おーみんな応援ありがとうね、すごいね、すごいね、いいところまで来て、あの最後ね追い上げられたらよかったんじゃけど、すごい差をつけられすぎてしもうたね、えねえ、10馬身会長すごいね、やっぱりターフクイーンズが全部、ターフクイーンズが全部締めちょるね、
青春初見でタハクイーンさんに挑めるだけで、あれじゃね、うちがよく知らんかっただけじゃねえ。でも2位になりたかったんよ、勝って。でもたまちゃんもね、ちゃちゃんもね、おぐりちゃんも頑張ったんよ。すごいボロ負けじゃねえ、ボロ負けじゃねえ、悔しい。うんねえ、すごい、西のフラワーちゃんがね、一矢報いてくれちょるね、すごい。あ、ねえ、ここうちのチームが 1,2,3 全部取っちょるね。うん、そうじゃね、すごい。次回はちょっと気をつけるね、青春杯のオペラオちゃんじゃねえ。うん、よし、切り直しだ。ごめんなさい。うん、ダイスのせいで。オチが相手の力量測れんかったせいじゃねえ。次はきっと勝つね。うん、うん、ね、第2レースだけは勝てたんよ。うん、ね、ライスちゃんのせいじゃないけんね。頑張るぞ。うん、ランキング落ちてしまったね。でもあれじゃね、落ち込んでられんね、すごい。もう天の書もあるもん。うん、おお、何食べるね、海鮮丼食べるね。10位内だとなんとかなるかね。確かあれなんよね、すごい何位内上位におらんといけんのよね。やるぞ。でも待ってね、今のターフクイーン、ターフクイーンズがあの順位で、じゃあファーストはどんだけ強いねって話よね。すごい、少しハードなものでもいいぞ。サフラディンさん、チージー、センキュー。私は心臓が強いからな。あ、和子さん、そうじゃね、おでんが美味しい季節になってきたね。すごいね、すごい、からし、大根食べたいね、からしつけて、ホクホクの。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。どうぞ。なんでなんで、ワイワイプロテイン、なんで。頑張ってください。物質のグレードアップ、総合力上がったね。はい、ワイワイプロテインってなんじゃろう。トレーニングが待ち遠しい。なんか見れるんかな。ね、今スターじゃね、レジェンドなりたいね、レジェンド。はい、うん、あとはあれじゃね、スタミナじゃね、スタミナ、スタミナあげるね。うん、33、27、
あ、でもあれじゃね、あのバクシンちゃんがちょっとゲージ溜まりそうじゃね。バクシンちゃん取るね。お願いします。すまない。これはあれじゃね、もう勉強じゃね。よし、やろう。少し疲れがあるみたいだ。勉強20%じゃもうね、ちょっと無理じゃね。じゃやりましょう。ね、すごい。これのクイズ大会の設置するのも大変そうじゃね。すごい。ん、どうかしたんね。ああ、風が少し冷たい。あ、もう秋になるのか。ほんねほんね。天皇賞近いね。ね、冬になったら有馬記念じゃね。一番強いのは誰なのかが決まるんね。ああ。ね、すごい。やるぞ。楽しみじゃね、すごい。またバクシンちゃんのイベントじゃん。よし。スプリントターボ。あ、これはあれじゃったね。多分短距離の。はい。これか。あ、エルちゃんが爆発しそうじゃね。はい、パワー。頑張りましょう。おお、パンチ。おお、すごい。すごいトレーニングじゃね、今の。うちこれ初めて見たね。はい。はい。かくらん？あ、来たね。うちが気になっちゃった。一番気になっちゃったところじゃね。柏本代理に隠れて自主トレーニングを行い始めたチームバースト。おー、空気が変わった気がします。あ、メインイベントし、メインシナリオイベント、秘密の加工。あのね、寮の食堂で難しい話しながらみんなでご飯食べちゃったんね。そうなんね、あのチームでみんなで一丸となりだしたってことなんかね。うん、なんでしか、チームファーストのメンバーが叱りつけられている場面に遭遇した。すごい怒っちょるね。気づかないとでも思いましたか。随分と舐められたものですね。ね、私たちはただね、違うよね。あの、うん、練習試合で相手と比べて全然成長できてなかったから。いけません。そんなこと気にする必要はありません。トレーナー、あなたはあなた、私たちのそれぞれのためのプログラムを丁寧に組んでくれています。ストイックじゃね、足りてないのは私たちなんです。だからもっと自分たちで成長しなきゃって。ねえ、ヘイストラさん、ダイリーもすごい、リコちゃんもすごい、なんか複雑ね。すごい。どういうことなんだろう。なぜそんな余計なことを考えるんですか。あなたたちのためなのです。あなたたちは私の言う通りに走ればいい。あなたたちのために言っちょる。
感情的になりすぎて今日はここで解散とします。ごめん。リトルココンちゃんが待つ先に謝るんじゃね。ノー、あ、大輝ちゃんじゃねえ。そうなんよ、和光さん。あなたたちのためっていうのは私のためって言い換えられちゃうんだけど、でもね、でもね、リコちゃんは絶対そうじゃないね。本人思ってるからなんだけど、でもね、言われた当事者からしたらちょっとすごい突き放されてしまったような感じ受けるんよね、すごい。トイキちゃん、ダメです。みんなね、頑張って成長したい気持ちみんなあるよ、みんなあるね。ダイリはチームメイトを大切にしてない。違う、あ、ね、難しいところじゃね、すごい。なんて言ったらいいんだろうね、こういう気持ちの、すごい。トレーナーは私たちのことちゃんと考えてね、大切にしてくれちょるんよね。ああ、もう食事の管理もトレーニングメニューも体を一心に思ってのもの。ね、ちょっと切羽詰まっちゃる気はするよね、リコちゃん。秋川理事長はどうしてあそこで様子見県に回ったんかね。おかしなことが多いね。タズナさん、ね、しっかり話し合い、ね、どう話したらいいんじゃろう、こういう時ってね。タズナさん、理事長は学園のことをよくご存知ですから、見えているものが違うのかもしれません。そうじゃね、リコちゃんに直接聞くより秋川理事長に直接聞くね。承知にゃ。助かるね、本人聞く権利があるね。彼女が馬娘を過剰管理しているのがその理由を。ね、理事長ならね、すごい。ヘイストラさんね、すごい。理事長によると樫本代理は馬娘の自由を尊重するトレーナーだった。あれかね、キリウィンさんとハッピーミークみたいな関係じゃったんかな。担当馬娘とは強い信頼関係を築き、トゥインクルシリーズでは優秀な成績を残していた。そんな中、青春杯が始まり、チーム対抗戦が始まった。すごいね、すごい。明るい子みたいな感じだね、すごい。うららちゃんみたいな子じゃね、すごい。チームで戦うのってみんなでトレーニングするんですよね。あ、お友達がおらんかったからすごく楽しみちゃって。リコちゃん、こん時はすごい笑っちゃったんね、すごい。なしてこんなことに。集まったチームメンバーの実力は平均か。ねえ、今のリコちゃんすごい可愛かったね。
れね、すごい担当馬娘の子もあのリコちゃんにいっぱい教えてもらったから、それをみんなに分けてあげようとしとるんじゃね。あの、疲労が溜まっちゃるようですね、うん、いいですか、うん、クラシックの住所も近い、あ、はるはい、休みませんか、ちょっとやっぱり、うん、せっかくここまで上げたトレーニングレベルを下げたくないから、レースは休まんて。ええ。ああ、言いづらいね、これは確かに。下手に水を差すと彼女たちが作り上げた団結力を壊してしまうかもしれない。そう思って尊重したんね。担当馬娘と担当チームを信じようと決めた。しかしそんなある日、転倒？第3コーナー手前で転倒。疲労骨折によるフォームの崩れ。日常生活は可能ですが、馬娘としてレースに出るのはもう。この事故が原因で担当馬娘は引退、トレセン学園も中退することになった。ねえ、和光さん、救急車の音はトラウマじゃね。なぜ。きちんと見ちょればね。見ちょったんじゃけどね。すなわち。隠して理事長、あ、ね、代理は放任による感情の暴走を恐れるようになり、うむ、管理することが守り抜くと固い信念持つようになってしまった。けどこれは仕方ないね、これは仕方ないね。ねえヘイストラさん、ね、自分が一生懸命可愛がっちゃった子がねえ。ねえ、よかれと思って頑張ってこんな結末になってしまったらトラウマじゃね、本人。これはすごい、生き方まで変わってしまうね、こんな悲しい出来事があったら。ココンちゃんすごいね、あのココンちゃんはそれでもすごいね、それでもじゃないけどすごいね、リコちゃん代理のことが大好きじゃね。橋本トレーナーの管理教育プログラムは完璧だったし、私たちを成長させた。音が変になっちゃる。ちょっと待ってね。みんなコメントありがとね、すごい。治ったね、よかったね。ねえ、畑とコンさん、愛ゆえの束縛。いや、でもね、本人、あの、ねえ、あの、面倒、わかるんよ、すごい。あの、何かあった時に取り返しのつかんこと多いもん、本人。
ね、腕前は随一で、この娘のためにも必要不可欠。うむ、にゃ、にゃ。もう理事長も今、一生懸命模索しちょるのね。目を覚ます方法。向こうさんね、お馬さんの足の怪我はすごい大変って聞いちょるよ。ねえ、すごい。代理が厳しい理由と、ねえ、理事長が、ねえ、剣に回ってる理由と、謎は全て解けたけどね、すごい。あれね、リコちゃんの背負っちゃるものがすごい重いね。この話を聞いて、管理主義をやめろって、うちは言えんよ、これ。お疲れ様です。じゃけんあれね、秋川理事長もすごい模索しちょるね、すごい。どうしたらいいんじゃろう。やり方はね、すごい間違っちょらんとは思うんじゃけど、もう少しね、ココンちゃんとかビターグラッセちゃんとか他の子たちとね、すごい寄り添えるチームになったら良いのにね。やりました。あ、賢さトレーニングレベル上がったね。すまない、少し休ませてくれ。あれじゃね、もうこれはお休みじゃね。少し疲れがあるみたいだ。はい、感謝する。よし、ゴージュ回復じゃね。よろしく頼む。トレーナー、迷い馬娘ってなんてタイトルじゃね。まだトレーニングじゃ、トレーニングじゃショッピングじゃね。あれね、昨日の配信の時にも、あれじゃね、ぬいぐるみの時に一緒におったよね。ただの買い物と違うの？よっしゃ！懐かしい気分の買い物？ああ、直吉さんね、そうじゃね。ああ、直吉さんの言う通りじゃね、自発的にどうしようっていうのがちょっと難しいかもしれんよね。確かに。ブルームスの方はね、みんながそれぞれどうやっていくべきかっていうのをいろいろと考えてやっちょるね、すごい。ねえ、すごい。みんなでご飯食べながらすごいミーティングしちょったってね、ファーストの子たちも言っちょったし。ああいうことがね、大なり小なりできるといいんじゃけどね。なんでやねん。懐かしい気分になる。関西の物産展やっちょるね。ああ、すごい。あれじゃね、お店回るだけでも絶対楽しいやつじゃね。うん。ねえ、地方に行かんと買えんお土産とかが揃っちょるやつじゃよね。ちょちょちょい！さあ！おくりちゃん大丈夫かいね、ほんに。ちゃんと手つないでいかんと、はぐれてしまうんじゃないかね。うん。あら、戻ってきたね。うん。ねえ、たまちゃん、たまちゃん多分、現地に。ねえ、すごい。ヘイストラさんね、そう。物産展ね、絶対美味しいのいっぱいあるよ。ん？違うね、違うね。おくりちゃんが迷子になっちゃるよ。よし。ちょっとあれじゃね、うちおくりちゃんの手つないでたまちゃん探さんといけんね、これ。ね、物産展行ってみようね。うん。あ、そういう意味じゃない。ブッサンって言ったらさ、おるかもしれんってことじゃよ。うん、あ、大丈夫かな。どうしたら。
ね、そう、連れてかんと。ねえ、ホールを周回しちゃったね。すまん。ねえ、おぐりちゃんね、さ。やめてあげてね、やめてあげてね、それ。たまちゃんが迷子じゃないね。確かにね、すごい。イメージとしてはね、ぴったりなんだけど、しっかりしとるの、圧倒的にたまちゃんじゃねえ。いけんね、おぐりちゃん、こういうところ直さんといけんね。なんでやねん。ねえ、本場の鋭いツッコミの音が響き渡るのであった。早くなるためには青春杯まで積み重ねが大事だからな。あれね、うちらだけじゃなくてチームのみんなも強くならんといけんね。あれ？あれ、これイベント一番最初のじゃない？これラストじゃったっけ。おお、品出しするね。おい、 ありがとう。このレースは故郷の人たちに。スピード上げちゃった方が良い。難しいね。アクセラレーション。リードキープ。あ、今のは単発イベント。あ、ほんねほんね、あるよね、あのヘイストラスの矢印、あの3つね、すごいどんどん青くなっていくやつじゃね。あれはストーリーが地続きになっちゃるんじゃなくて単発イベントじゃったんじゃね。うちいつもあのイベントがあってからそのね、ライスちゃんとね、ライスちゃんのイベントあるイメージだったから、あの1回そのイベントねクリアしたらもう2周目が始まるんかと思ったんよ。コーナー加速あと3ポイントで取れるね。最高のコンディションだ。あ、感謝する。いいことスカイウォーカーさん、こんばんは。いらっしゃい。今ね、天皇賞は秋に挑むところじゃね。ガン？行ってみるね。うん。緊張するね、緊張するね、緊張するね。ありがとう。行ってくる。な。ね、すごい決着の時じゃねえ。すごいね、宣戦布告じゃねえ。ええで。あ、またクロスちゃんだ。いらっしゃい。たまちゃんじゃよ、たまちゃんおるよ。すごいね、売り言葉に買い言葉じゃねえ。いや、うちちょっとあの
ここにすごい火花が見えるね。すごいバチバチっと行くで。うん、でも気持ちのいい火花じゃねえ。すごいね、お互い全力出し切って頑張ってほしいね。注目の1番人気16番オグリキャップ、9番人気17番オグリちゃんの他に誰が出てる。あ、名将と父ちゃん。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。たまちゃん手を取りません。2番じゃねえ。2番人気は5番タママクロス、7番人気。あ、オペラ王ちゃんじゃん。永遠のオペラ王。ちょっと厳しいメンバーですがスペシャルウィークちゃん期待したいですね。9番スペシャルウィーク。今のレジェンドレーの天皇賞秋なの。ライバルたちは強力ですが構想を期待したいですね。16番人気。そうじゃね、これじゃの勝てそうじゃったらそのアグネスデジタルちゃんと戦いに行けるね。もう少しスピード感と力強さが欲しいところですね。ねえ、マダクロスさんね、本人それ通りじゃねえ。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。グレブちゃん、俺ね、生徒会俺ね。3番人気、13番、エアグレブ、注目の1番人気、16番、オグリキャップ。ねえ、本人トロックでも注目を集める、素晴らしい仕上がりですね。強敵と書いて、中距離路線の頂点に立つ走りで、はい、秋の盾を手にしてほしいですね。ちょっと待ってね、音声ちょっとチェックするね。はい、ねえ、どっちが勝つじゃろう、どっちが勝つじゃろう。はい、出走するね。今のところエチドリはね、外側におるからすごいいい感じがするね。はい、うん、ヘイストラさん頑張る。行ってくる。行ってらっしゃい。秋じゃからひし形じゃねえ。馬娘たちが追い求める一条の盾、鍛えた足を武器に行く栄光への道、天皇賞は虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はエアグルーヴ、ね、ね、この評価は少し不満か。2番人気はこの子タマモクロス、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って春の天皇賞馬娘オグリキャップ、1番人気です。見事春秋連覇となるでしょうか。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました、うん、頑張るね。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜けますか。ありがとう、頑張るね。オグリちゃん頑張るよ。先頭は7番名将怒涛、4番オグリキャップ、現在最高峰失策、はたまた狙い通りか。直線勝負にかけているんでしょう。終盤に期待です。7番快調に飛ばして行きます。先頭は7番単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は4番向こう上面に入って、先頭からしんがりまでおよそ11馬身。さあ花に立ったのは7番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは3番、そしてその外を回って11番、少し後ろからスペシャルウィーク、差がなく4番、それを見るように17番、2番半分いくよ、半分超えたよ。名称坂道じゃね、坂道。その後ろオペラを少し離れてエアグルーヴ、それを見るようにすごいすごい、オグリちゃん切り込んでいっちょるよ真ん中に。その内並んでダイワスカーレット、外で18番、ウォッカ続いている、それを見るように10番、内から行く14番、そして最高峰6番、意気揚々と先頭。オペラオちゃんが前におるね、オペラオちゃんが前におるね。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、大欅を越え4コーナーへ。先頭は見合ったまま、これは直線勝負になるか。まだ牽制しやっている。曲がったよ曲がったよ、いけるかねいけるかねいけるかね。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。まだ一橋以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。いけるかないけるかな。最初に駆け抜けてきたのは11番、一気に2位になってきたね。1番じゃね。オグリキャップ見事なごぼう抜きを見せ、食い下がるエアグルーヴ、オグリキャップ強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、頑張るね頑張るね。オグリキャップ、オグリキャップリードは4馬身、強い強い、いやすごいめっちゃ強いが。オグリキャップ今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。天皇賞春秋連覇、歴史的快挙を成し遂げたのはこの馬娘オグリキャップ。2着にはエアグループ、3着 TM オペラオ、すごい、みんなありがとうね。すごいいい位置取りちゃったね。
お腹が空いたな。チャンピオンおかえり。後半の上がり方すごかったんで、うちあの16位のあたりおったからすごいヒヤヒヤしちゃったね。すごいねえ、4馬身すごい差をつけたね。でもあのターフクイーンズが8馬身じゃったけんね、本人もね、会長がどれだけ強いって話だよね、本人ね。すごいやったんね。すごい、ライブ見るね。はい、すごいかっこよいね。ねえ、ヘイトラさんパチパチありがとう。なんでやねん。ねえ、たまちゃん、うちがおらんみたいなもういい傘するのやめんやじゃって。これで終わりじゃないね。有馬記念。今のたまちゃんのセリフじゃなくてくにくちゃんだったね。あれね、クリークちゃんあれ、あの穏やかな笑顔のそこですごいめちゃめちゃの燃える闘志、メラメラ燃やしてる気がするね。クリークちゃんあれね、これみんなと別れた後絶対練習するよ。ね、すごい友達だけど
親友じゃけど大事な人じゃけど勝ちたい相手っていうのすごいね。うん、ねえ、たまちゃんも油断できんね、本人。なんじゃろ、すごい関係性はちょっと違うかもしれんけど、うちゃんのレトリル会長の時のあの生徒会の3人思い出しとるね。やってみせる。ねえ、こうやって3人切磋琢磨していきよるね。あ、ごめん、ちょっと待って。くしゃみ出ちゃった。はい。ん？うん。あら？ん？なんでやねん。クリークちゃんあれね、すごいあの顔パスできるよね、すごい。大丈夫ね、音入っちゃらんよね、音。助からんでほしいね。お恥ずかしいね、すごい。稲妻ステップ、稲妻ステップ、サッカー上手になるね。あなんでやねんじゃね、本人。あ、ね、いやでもあれじゃね、あの化身アームとしてあの加速スピードアップするんや、スピードアップ。言ってんじゃね、すごい。ちょっと待って。新天地。あれね、あのファーストの中でもこの二人が一番強いね。ねえ、すごい、ね、すごい。みんなあのリコちゃんが優しいこと知っちょるんよ、すごい。うん、うん、あの、リトルココンちゃん、柏本トレーナーに感謝しちょる。あ、ヤンコさんお帰りなさい。お疲れ様、すごい。出張お疲れ様じゃよ。今ね、あれね、すごい柏本代理リコちゃんのね、すごい過去が分かってね、え、あの馬娘を尊重する育成指導法しちゃったら、その子がね、レース中に転んでしまって走れんくなってしまったって過去があって、すごい厳しくなったっていうねお話聞いて、みんなねすごいショック受けちょるところじゃね。おおね、すごい。リトルココンちゃんはやっぱりね、ねえ、ストイックだけど、やっぱりこういうところはやっぱすごい感謝しとるんよね。すごいね、3年前の私が子供に思えるくらい強くなっとって。ねえ。うん。ねえ、秋葉原次長のお墨付きじゃもうね、すごい一流のトレーナーって言っちゃったもん。そんで、3分6秒に、あと1時間ぐらいかかるの。あとはね、すごいあれじゃね、レジェンドレース走りたいと思っちょるよ。うん、ね、3年間ね、すごい。うん、
みんな大好きじゃねえ。うん、ねすごい恩返ししたいよね、すごい。うん、駆け抜けるよヘイストラさん。ねえ、すごい、私たちは今あの人の物差しを超えなきゃいけないと思う。あ、どういうこと？3分6秒に。リコちゃんが出した限界のタイム。けど。ねえ、これ以上はいけんと思われちょるね。なるほど。うん。ねえ。想像を超えてあげるね。やってやる。無理はせんでほしいけどね。でも。ねえ、リコちゃんのすごい、気持ちをほぐしてあげられるんはすごい。溶かしてあげられるんはこの二人じゃねえ。チームファーストじゃねえ。よし。やっぱり気になるんじゃけど、これは一体どうやってうちは見とるんじゃろうね、本人。屋上の壁に忍者みたいにタイルの絵が描いてある紙とかを両手で持ってからにこっそり見とるんかな。ねえ。いや、本音なんかなんじゃろう、みんな馬娘やる前ってそんなにこう、ねえ、みんな、キャラクターのどういうイメージなんかなって思っちゃったんじゃけど、ね、蓋を開けてこうやって遊んでみるとすごい、みんな一生懸命じゃね、すごい、スポコンじゃね。ね、絶対今うちあれじゃね、忍者の格好しちょるね。ね、そう、あんな話聞いたらなおさらじゃよね。ねえ、すごい。ねえ、カモフラージュの布を前にこう両手で持って全身隠して、ねえ、カニ歩きしながら壁沿いズリズリ移動しとるね。まあ。専属トレーナーにする？うん、あ、うんうん、あれじゃね、リトルココンちゃんはねえ、前の子と同じじゃね。難しいよね。うちもちょっといい言葉が見つからんね。そう。ねえ。リトルココンちゃんもすごい、大きくなったんね。あ、にゃんこさん。11月の下旬にやちょっとこって目白ドーベルちゃんなの？うちも欲しい。じゃあ目白の子めっちゃ増えるね。別に。あれね、これブルームスとの試合も関係しとるのかな。お？実はさ、うん、あ、良いね、すごい。え、みんなでおそろにしたらすごい団結力上がるね。うん。そんで、うん。あ、新人トレーナーさんじゃん。ココンちゃんはすごい頑固なんね。
じゃあどうしてこのファーストに入ったんね。ここでリコちゃんが出てくるんね。もう説得したんね。私のチームは私が管理します。そういう意味ではね、すごいね、二人はすごいお似合いじゃったんじゃね、すごい、別に。ね、人それぞれ、チームもそれぞれじゃね、多分。あの時にはね、ココンちゃんにもすごいね、あの時のチームは合わんかったかもしれんけど、今ファーストの子たちはすごいココンちゃんにとってのすごい大事なチームになっちゃうはずじゃねえ。ね、すごいいい話じゃな。ねえ、すごい、こんな話チームメイトからされて、もうえんこね、やる気が出んこおる、すごい。あねえ、すごい、あ、みんなそうなんじゃ。トレーニングの熱量が異常すぎると敬遠されちゃった。みんながみんな同じ悩みを抱えちゃって、それをリコちゃんがまとめ上げてくれたんね。いや、ねえ、和光さんね、これ聞いたらもうすぐ練習じゃねえ、これな、こんなの。いや、強いね。ファースト強いね、ファースト。ねえ、リコちゃんファーストのチームじゃ、これ。最終コーナーを越え、最終直線、2人は同時に加速し、ねえ、ベストタイムの先に行けるんかな。くそ、みなぎっちょるね、みんなみなぎっちょるね。類いまれなる肺活量、ココンちゃんのことかな。よし、なんでその手紙、次のアオハルハイまで全員チームトレーニングを休みます。そんな、集団ボイコットに行くわい。いや、これ、リコちゃんはリコちゃんで気が気じゃないね、こんなの。ねえ、すごい。どうしてあげたらいいんだろう。じゃあ、リコちゃんにも、笑顔になってほしいけど。違うよね、リコちゃんのせいじゃけど、リコちゃんのせいじゃないんよ、これ。リコちゃんだからみんなこんなにすごいやる気出ちょるんよ。ねえ、すごい。どんなトレーニング、どう受け止めたらいいんじゃろうね。リコちゃんしてんじゃとすごい辛いよね、これ。あー、すごい、ええ話じゃね。うちちょっとうるってきてしまったね。さて、トレーニングだな。今日は何をするんだ。はい、ほいじゃほいじゃ、トレーニング、スピードじゃね、スピード。
ねえ、そうね、和光さん、なんかあの美穂のブルボンを育てちゃったトレーナーさん、めちゃめちゃ厳しいんじゃってね。はい、見ていてくれ。あ、スキップ、スキップが発動してるが、ねえ、難しいね、難しいね、すごい。アオハルハイは勝つだけじゃなくて、あのチームとね、トレーナーさんの心の距離がどうなるかも心配じゃね。お、うちんところにココンちゃん来たね。お、あ、ジャパンカップ、ジャパンカップ、あ、レース落ち見ちょらんかったね、ちょっと見とかんと。別に、青春杯決勝出たら、もうすごい、先うちのあの隠密バレちゃったんかな。あ、ねえ、宣戦布告。青春点加速、なんね、なんね、なんね。え、くなんな、な、くそ、トレーナー、あれじゃねえ、バファリンじゃねえ、あれね、すごい、確かにあのゴールデンカムイで言う、ちょっとね、あのねえ、その部位、同じ部位のところを食べると良くなるっていう、ちょっとね、あ、ちょっと心配じゃねえ、心配じゃねえ。あー、やる気まで、あー、すまない、少し休ませてくれ。え、フェイス光っちょらんが、ジャパンカップあるね、ジャパンカップ。あ、それね、異色同源じゃったっけ、ねえ、お出かけだけじゃね、うー、少し疲れがあるみたいだね。え、偏頭痛なかっ、ね、つかんかったからセーフじゃね。スキルどうしようかな、なんで今のあのアオハル点加速。あ、ねえ、すごい、あのうちもそのあれが変なバッドステータスがつくのがすごい気になっちゃったんよ。あれ、ないね、稲妻ステップ、つながりよ、おう、青春点加速、これ強いんかな。中盤に青春魂が燃える、でもこれ青春杯でしか使えんそうな気がするね。あ、5種類、あ、あるじゃね、即力とか体とかついてるね。青春よ、スキル、あ、でもこれあった方が良いね、あった方が良いよ絶対。これは取るとしといて、じゃあ残りの75でどれが取れるかね。いけるかな。すまない、少し休ませてくれ。青春爆発が10回以上で金スキルになるの、おお、
すごいね。青ハルハイもすごい。奥が深いね。あるみたいだ。レースジャパンカップ出て、ジャパンカップ出て。あ、音が変になっちゃる。みんなありがとう、みんなありがとう。おいおいおい。あ、ほんにみんなありがとう、すごい助かるんよ。うん、異世界に行っちゃるね。すごい、なんとか直せんといけんね。おいおい、チャンピオン。うん、ありがとうね、直吉さん。アリバの前に、アリマのこの1個の前にあれじゃね、あのもうチャンピオンズカップ、ジャパンカップね、すごい。ジャパンカップ出るよ、ジャパンカップ。はい、注目の1番人気18番オグリーキャップ、14番人気は1番、他は誰が出とるじゃろう。2番、13番人気は3番、5番、17番人気です。3番人気は7番、ウォッカ。9番、マチカネカンホイザ。5番人気、ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。11番人気はスペちゃん。13番、ゼンナロブロイちゃん。なんでその衣装すごい可愛いが乗っていますね。王道の距離で構想が期待できますね。14番ゴールドシップ、7番人気、4番人気は16番東海帝王。注目の1番人気18番オグリーキャップ。人気と実力を兼ね、一番外側じゃねえ、大外じゃねえ。うまくいけるといいんだけど。ね、スペシャルウィークちゃんすごい強そうじゃねえ。おお、エイツかっこよいよ。エイツクールじゃねえ。世界の馬娘が栄光を求め、ジャパンカップの府中に集う、うん、日本勢は対抗できるのか。3番人気にはウォッカ、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ゼンドロブロイ。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、天皇賞馬娘オグリキャップ1番人気です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。頑張ってほしいよ。スタート、はい、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは11番、ね、8番東海帝王、期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリーキャップ、11番会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは11番、このままリードすることができるか。第1コーナー回って第2コーナー、長丁場のこのレースですが、11番早くも先頭に躍り出た。マエストロでちょるね、マエストロ。11番と8番序盤からやり合っています。2人がレースを作りそうですね。先頭がやや早いのか、隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。うちが見ても平地におると思うね。1馬身リード、続きました8番、およそ5馬身開いてスペシャルウィーク。4番手には1番、さらに東海帝王、その後ろエアグルーブ。頑張れ頑張れ。ここにいます。うち、ウォッカ、外を回ります。いいね、すごい。誰にも塞がれちょらんね、誰にも塞がれちょらんよ。すごい、のびのび走れちょるね。現在1番手は11番、でもウォッカちゃんがすごいついてきとる。うちを回って1番、5番手東海帝王、エアグルーブ。並んできたオグリーキャップ。坂道坂道、うちの方からウォッカ、そしてその後ろから行くのは3番、そしてその外を回って2番、マチカネタンコイズ追走。それを見るように4番、外を通りましてゼンドロブロイ、少し後ろから5番、少し離れてゴールドシップ。残り 1000m を通過。うちには
6番、後方2番手に17番、10番、最後方からという体勢で、どうなるんじゃろう、勢いよと先頭へ行きます。11番、どうでしょう、この展開、頑張って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 、息を入れるタイミングがあればいいですが、ねえ、スペちゃん前に降りて、この直線で勝負が決まるぞ、オーブリキャップ、前を狙っているぞ、じりじり詰める、スペシャルウィーク、ニュー、ニュー、頑張って、さあ、内から先頭を伺うのはスペシャルウィーク、頑張って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 、先頭はオグリキャップ、オグリキャップ、先頭はオグリキャップ、これは強い、残り400オグリキャップ、強い、強すぎる、完全に抜け出した、追いすがる、動くか、残り200、オグリキャップ、足色は大きい、オグリキャップ、リードは6馬身、先頭はオグリキャップ、変わらない、オグリキャップ、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ、やったぞ、オグリキャップ、やったね、すごい、波にしか返り討ち、圧巻の勝利だ。2着には動くか、ね、3着に入ったのはスペシャルウィーク、スフラ先生ありがとう、センキュー、よし、お腹が空いたな、ね、ナイスありがとう、ね、またクロスありがとう、アッソンシャッターね、すごい、 ありがとう、コングラチュレーション、パチパチ、センキュー、ね、あれね、ちょっとお水飲むね、ね、すごい、買ったよ買ったよ、すごいねえ、ねえ、これごちそうじゃね、ごちそうじゃね、ストップスター、はい、うん、ねえ、すごい大勝利じゃね、大勝利、アッションじゃね、ねえ、お腹が空いたな、ごちそうじゃね、ごちそうじゃね、ごちそう、本当か、ねえ、ねえ、もう一杯食べさせてあげるね、すごい、一緒に土手に食べるね、よし、すまない、少し休ませてくれ、ほいでほいで、お出かけじゃね、どこに行くんだ、来たね、クリスマスじゃね、トレーナー、お、うちの部屋もすごい、あのあれじゃね、すごい部屋もハッピークリス、メリークリスマスになっちゃるね、ハッピーホリデーって書いてるが、すまない、ねえ、すごい、みんなとあのタマちゃんとかクリークちゃんと、ああ、みんなでやっちゃるね、ねえ、うちがそっちの寮に行けんのがすごい、あのそれだけがあの寮、あのトレセン学園における唯一の不満じゃね、うちがね、すごいあの理事長代理になったらあのトレーナーは寮に入れるようにするね、みんなでね、あの10キロのお肉でバーベキューできるようにするんよ、うん、すごいね、すごい、ね、決まる前に語られたかったんで、何話するね、ね、ライバルであれ大親友じゃね、うん、うちもすごいね、担当してる馬娘の子にみんな言っとるけどね、すごい本人いい馬娘に出会えたね、うちも、よし、あ、ソン・ベネディクトさん、ヘロー、Thank you for you. Thank you for coming to watch my channel.故郷思い出しとる、故郷思い出しとる、ふるさと。ねえ、この寒い時期とかじゃとあれかね、みんなですごい
大皿出してみんなで食べたりするんかな。うん、今夜はどうね。うん、ねえ、すごい一時期はホームシックになっちゃったりとかしちゃったけん心配じゃったけどね。ここがね、すごいここが小栗ちゃんにとっての新天地になってくれるとうちすごい嬉しいね。ねえ、緊張とか疲れとかね、すごいよかったね。ゆっくりするね今日は。うん、よしね、すごい、もうあと1ターンじゃね。アオハルハイもじゃね。うん、メリークリスマス。メリークリスマス。あれじゃね、リアルの方もあと、もう1ヶ月したらメリークリスマスじゃね。ねえ、すごい。有馬記念。勝利のことレベル4じゃね。最高のコンディションだ。感謝する、トレーナー。これ頑張ったらあれじゃね、スキルポイントもらってなんとかならんかな。え、和光さん、え、クリスマスに欲しいもの、いい調子だ。あったかいご飯じゃね。長距離じゃね、芝じゃね。天気は晴れちょるね。このレースは316じゃろ。うちね、この一番下の取りたいんよ。これ136。ねえ、このレースに勝ってなんかポイントもらえて。ねえ、すごい。美味しいご飯食べたいね、すごい。レース中盤に囲まれると隠れ身のじゃねえ、これうちのスキルじゃねえ。コーナー加速。これ取るね、これ取るね、直線取るね。最高のコンディションだ。感謝する。はい。昨日の夜いろんなこと思い出しちゃったじゃって、あ、トニーさん、ハロー。 Thank you for coming to watch my channel。 あ、にゃんこさんね、そうね、キースキル欲しいね。気にするキルでもすごい高いよ。あ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。うん、ごめん、ちょっと、ちょっとお水飲んじゃったね。欲しいね。
校の舞台ね、本人これで終わりじゃないけど、うちいつもここの辺りが一番最終回じゃと思っちょるね。よろしく頼む。わかった。登録者数増えちゃる、嬉しい。トニーさん、センキュー。ね、すごい集まったね、すごい集まったね、クリックちゃんとタマちゃんの。ね、最初の頃はね、オグリキャップって誰って言われとったけど、見てね、この観客の声援。オグリン、オグリン。あ、すげえの怪物じゃね。え、すごいね、声援を力に変えるんて。勝ちは十分に狙える3番人気。3番ね、3番。3番人気ではありますが、逆転を狙える能力を持っていますよ。7番人気は6番ナイスネーチャ、12番人気は7番、15番人気8番、10番、16番人気です。4番人気は13番東海帝王、6番人気は15番岩早秀、10番人気は1番エアグルーヴ、1番人気はクリックちゃんおるね。生徒会メンバー揃っちょるよ。3番人気5番、オグリキャップ。1番はクリックちゃんなんじゃね。逆転を狙える能力を持っていますよ。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。あれじゃね、走るね。はい、ちょっと待ってね、音ちょっとチェックするけん。これで大丈夫のはずじゃね。はい、あ、送りのりも熱いね、熱いね。一緒に応援しようね。もううちも頑張ってほしい。3番じゃもんね。いけるかな、いけるかな。内側じゃね、内側におるね。たまちゃんが一番外側じゃね。行ってくる。行ってらっしゃい。頑張ってほしいね。年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。1番人気はもちろんこの子、スーパークリーク。2番人気を紹介しましょう。タマモクロス、天皇賞馬娘、オグリキャップ、現在3番人気。実力は間違いなく上位です。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整えました。最高じゃね。遅れちょるね。綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは9番岩早秀、スーパークリーク。さあ花に立ってのは9番。このままリードすることができるか。第4コーナーカーブ、9番会長に飛ばしていきます。先頭は9番単身で飛ばしていきます。遅れちゃって出遅れるもんなの。2番手はスーパークリーク、さらに岩早秀。でも頑張ってほしい、頑張ってほしいね。外から外から、みんな強い、みんな強いよ。1周目のスタンド前にかかっていく。大きく離れてオグリキャップ、2馬身3馬身開いてエアグルーヴ。その後からナイスネイチャー、少し離れて12番、それを見るように14番、そしてそのうちから行ったのは8番、外から7番、後方2番手に10番、タマモクロス。現在エアグルーヴちゃん後ろにおるよ、後ろに。9番、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、順位を振り返っていきます。依然として9番続きました。マイストロ来たね、マイストロ来たね。ここにいます。
外を回ります。11番岩早秀水槽外を回ります。東海帝王内から姉ちゃんが前に出たね。ライスネイチャー外でオグリキャップさらに玉もクロス半分過ぎたよ半分過ぎたよ半分過ぎたよ。エアグルーブさらには7番外には10番最高峰14番後ろも油断できんね後ろも油断できんね。これは正解でしょうか。9番彼女の客室には合っていますね。向こう正面に入って先頭は9番残り 1000m を通過。現在1番手は成田ブライアン続いて9番外から外からスーパークリークさらに外岩早秀5番手には11番2番前がすごい熱いね。いけるかないけないハマちゃんも後ろ来とるよ。2馬身離れて8番ねえ外にヘイソラさんね外行けたらいいんだけど少し後ろから14番まもなく第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ハマちゃんおるクリクちゃんおるオグリちゃんおるみんな来ちゃるみんな来ちゃるみんな並んじゃる。オグリキャップ負けられない。頑張って頑張って頑張って。足色は衰えない200を切った。オグリキャップリードは3馬身食い下がる。玉のクロス強い強い。いやいけるねいけるね。オグリキャップ強さを見せつけてオグリキャップゴール場を駆け抜けた。これは見事な走り。オグリキャップ秋の三冠達成。秋の G1 戦線を勝ち抜き見事歴史に名を刻んだ。2着は玉のクロス。よし。お腹が空いたな。みんなの応援のおかげじゃね、本人。Thank you。ナイスありがとうね。みんな、ヘイストラさんのおけちさん、はたたこうさん、わこうさんありがとう。すごい。一度もあれじゃね、時計の魔法使わずに、いけたね、すごい。ね、完璧じゃったね、すごい。気がついたら3位になっちゃったね。ねえ。8位とか9位じゃったにね。ライブ見る、ライブ見る、ライブ見る。いける？音大丈夫かね？いくね。はい。クリークちゃんじゃないね。ニュー。あ、ねえ、アキコバサンガーになれたね。ねえ、タマちゃんと横並びじゃね。ボーじゃね、ボーボー。本気の夢があるから何も恐れたりしない。こんなもんじゃない。本当のたまちゃんすごい声かっこよくなってるが。一度きりの今は後悔したくない。有言実行を言葉にしたら世界は動き出した。最速の輝きこの手につかみ取って、新しい幕開けを越えて進んでゆこう。ねえすごい、たまちゃんの本気見せちょるね。ライバルでみんなで一緒にライブできるの良きじゃね、すごい。チャンピオンお帰りじゃね、チャンピオン。
一着じゃね。よし。サフラディンさん、パチパチありがとう。Thank you。悔しいね。ね、すごい。二人の分も頑張るけんね、おぐりちゃん、これから。ありがとう。ね、すごい。フリークちゃんがおったけん、すごい。おぐりちゃんもすごい。ね、ストイックに練習できたし。たまちゃんがおったけんすごいね、ホームシックにならずにね、すごいトレセン学校に楽しく過ごしたし、二人がおらんかったら絶対一番慣れちょらんかったね。おぐりコール来るの？おおおおお、またクロスさんの予言的中じゃねん。そうじゃね、青春杯もあったね。わお、なんと、決勝戦。うん、うちがお見せしたのレポートをみんなに伝えるんで。前にも走っちょるね。やれ。おお。おお。頑張れー。頑張れー。頑張って頑張って。だあ。送りキャップを語る上で欠かせない。有馬記念でおぐりコール。ああ、そうだね。あ、有馬じゃと、あれね、おぐりちゃんの引退試合も兼ねちょったんじゃね、じゃあ。ねえ、でもすごい、あんな走り見せられて、ねえ、もし、ちょっと後でうちもちょっと、おぐりちゃんのその、有馬のレース調べてみてみるね。ねえ、すごい。気になるね、すごい。おぐりちゃんコール。さすがデウス！アメージン！ねえ、リコちゃんのために。すごい。うちもじゃねえ、大輝ちゃん。そうね、すごい。ここまで見せつけられて。カーツ！ねえ、カーツじゃねえ。幸福パワーが高まっちょるね。よーし。ね、本人本人。はい。
うん、えいえいおー、悔いのないように走って、そして勝ちたいね、勝ちたいね、うん、負けない。あ、もう決勝戦始まるの？行きましょう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、音声ちょっとチェックするよ。クライマックスで異世界でしたくないもん。ねえ、みんな頑張ってほしいよ。よーし。おお。あれじゃねえ、ソルバッドガイじゃねえ。ねえ、本当はこれ気にせずみんなのコメントちゃんとじっくり見てから拾っておしゃべりしたいんよ。うん。うん。ねえ。こちらだってもうバリバリじゃねえ、バリバリ。メラメラじゃねえ。行くぞ。分かってる。リコちゃんじゃねえ。どうも。ワコさん、ありがとうね。ワコさんのそういう優しい言葉がすごい。うちの元気の元じゃね、すごい。ありがとう。すごい。リコちゃん。噂は聞いちょるじゃなくて、もううちあの、リコちゃんがあの、ボイコットの紙読んでるの、あの、まっすぐ見ちょるからね、うち。やっぱりトレーナー、あれね、あの、ドラえもんの石ころぼし持ちょるね。ダメなんかじゃないね、ダメなんかじゃないね。ねえ、そう。嫌いじゃったら、今ここに立っちょらんね、チームファースト。うん。うん。そんな。ねえ、石ころ帽子かぶっちょるよ、絶対。うん。うん。ねえ、優秀なトレーナーに、大切なトレーナーで。ねえ、すごい。みんな喜ばせてあげたいよ、リコちゃんのことを。うん、そんなこと言わんで、そんなこと言わんでね。今なら変われるかもしれんね。ね、もう一度信じて応援、一緒に応援するね。管理して守ることは安全を確保する一方、可能性を閉ざしかねない。うん、放任が過ぎるんだもんね、すごい。うちもあれじゃね、全然ブルームスの面倒見ずに、あのファーストのことばっか監視しちゃったね。手は離しても目だけは離さない。うん。行き過ぎてしまったらきちんと止める。なんか、ゆうちょってなんじゃけど、今、あの、無意トレーナーに一番刺さる言葉なんじゃけど、これ大丈夫かね。ねえ、すごい。リコちゃんも悩んじゃるんじゃね。
や正解ないよこれ絶対正解ないもんねえ、100人の馬娘がおって100人のトレーナーがおってねえみんなそれぞれの向き合い方があるよやっぱりトレーナーさんねえそう声かけてあげてくるねもう始まったねドキドキするよエラーかいねあいスキル取るのはもう決まっちゃるよ稲妻ステップじゃなくてこれじゃねえ青春天下即ねえすごいねえはこうさんねちょっと今感傷に浸っちゃったらエラーちゃったんで今のはい最高のコンディションだ感謝するトレーナーねえすごい期待を裏切らんねえあの馬娘のこのねえエラーちゃんははいじゃあちょっと待ってねちょっとみんな待ってね故郷の人たちにも見てほしいなよいしょおひいい調子だ何でも言ってくれはい行くねチーム編成お任せ編成はい戻る最高のコンディションだアンファルハイ感謝するおおめちゃくちゃかっちょよいね。S、S？ 1位対9位。いや、すごいかっこよいね。対戦。にゅー勝ちに行く。メインレースだけ見るあココンちゃんとの対戦じゃねえココンちゃんとグラッセのステあ見れるねよ金ピカばっかじゃねええココンとグラッセのあマエストロモッチョルが青春燃焼隊ニュー根性強いねストロングじゃねえ12番オグリーキャライバルたちは強力ですが構想を期待したいですね長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね1番に5番リトルココパドックでも注目を集めるアオハルハイこんなに難しいの4番人気は8番ナイスネイチャー5番人気10番11番3番人気ですこれ以上ない仕上がりですねうん1番外じゃねえブルームス迎え撃つチームファースト運命の最終レースどんな結果となるのか1番人気はもちろんこの子リトルココン実力は負けていません2番人気タマモクロス注目の秋の三冠馬娘オグリキャップ8枠12番での出走気合十分いい顔してますね各馬娘ゲートに入って体勢整いました
スタート。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先頭は11番単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はリトルココ、3番内から行く、1馬身離れて9番後からオグリーキャップ、それを見るようにナイスネイチャー、2番並びかけてきた、少し離れて4番内、1番その外並んで10番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、11番快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは11番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは3番、1馬身離れて9番、オグリちゃんいい位置についてるよ。1馬身差2番リトルココ、この位置につけています。さらには1番、1馬身離れて10番、その内並んでタマモクロス、そしてその後ろから行くのは4番後方2番手にナイスネイチャー、6番最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭を行きます。11番どうでしょうこの展開。半分過ぎたね、半分過ぎたよ。息を入れるタイミングがあればいいですが、向こう上に入って先頭は11番、オグリちゃん頑張って、先頭は変わらず、うん、11番続きました。3番、3番手9番、さらにはオグリキャップ、1馬審査1番、頑張って頑張って、2番リトルココ、中村さんいらっしゃい、今ね青春杯決勝やってるよ。並んでくる、さらに内から6番、うん、4番最高峰からのレースになりました。中段が一つにまとまって混戦状態です。残り 1000m を通過、依然として11番続いて3番、1馬審査9番、オグリキャップ並んでくる、その後からリトルココ、そしてその内を回って2番、そして外目をつきましては1番、青春天下4コーナー、じりじり詰めるオグリキャップ、オグリキャップここで抜け出した、まだ頑張って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 、花を進む、頑張って、ニュー、11番最後のコーナー、最初に立ち上がったのはオグリキャップ、オグリキャップ、早い早い、もはや独走状態、残り4頑張って、頑張って、リトルココン、オグリキャップ、先頭はオグリキャップ、これは強い、オグリキャップ、ここから一気にちぎるか、200を通過、オグリキャップ、足色は衰えない、オグリキャップ、リードは4馬身、3番手争いはサマモクロス、後ろに突き放してオグリキャップ、ゴールイン、圧巻の走りでレースを制した。最終第5レース勝ったのはオグリキャップ、これ以上ない結果をチームへ届けました。2着リトルココン、3着に入ったのはタマモクロス、勝った、最高だったな、よし勝った、みんなありがとう、みんなの応援のおかげじゃね。ねえすごいねえ、まくりすごかったね、中村さんすごい勝ったんよ。もう勝てんと思っちゃったね。ねえ相手じゃってファーストで、ねえすごい、あんあんにだってドラマ見せられて、ココンじゃねえ、コに強くって、ここに強くてね、すごいね、加点かもしれんって、ちょっとおもちゃたうちを引っ張ってきたいね、すごいありがとう、すごいおぐりちゃんがすごい、うーんありがとう、ありがとうね、おぐりちゃんね、すごい、みんなのおかげでね、みんながね、いろいろ教えてくれて、言う。いたね、一瞬報いたね、うん、でもみんな頑張っとるね、ほら2着とかじゃね、みんな、あーみんな2着じゃね、うん、いや大丈夫、オグリちゃん勝ったもん、あーそうね、チーム戦じゃもんね、これ残念じゃね、残念だ、悔しい、複雑な気持ちじゃね、ねえすごい、ちょっとこれはあれじゃね、ライブはちょっといけれんね。
でもうちら頑張ったね、うち頑張ったね、みんな頑張ったね、出せる出せる出せるもの全部出し切ったね、本人。スパイスのせいで。ねえねえ。ねえごめん、コメント全然拾いちょらんかったが、ごめんね、すごい。ねすごい、みんなありがとうね、すごい。やったー、ナイスありがとう、パチパチありがとう。ねすごい。ね、一矢報いたんね。ねえ、ね、シュールじゃねえ、なんとも言えんね、この気持ち。ね、青春杯の勝ち方も考えといけんね。ねすごい、どっちもね、本年あ、そうなんね、あ、そうなんじゃ、コウさんお疲れ様、おやすみなさい。ねラスト1日頑張ろうね、あと、うん、あーそうね、あのココンちゃんとねグラセちゃんの以外のところで勝ちを取れ拾えばよかったね、うん、ハルト君ね、分かったよ、すごい頑張る。トレーナーね、グラセちゃん。あ、月の輪さんいらっしゃい。青春杯ね、負けてしまったんよ、すごい。悔しいんじゃけどね、でもね、今、リコちゃんとね、あの、チームファーストのみんながね、うまくいきそうじゃから今ちょっと見守っちゃるね。難しいんじゃね、やっぱり。中村さんお友達になってくれるの？うん。今じゃいつの間にここに来ちゃるね。あの。ありがとね、中村さん。信念をぶっ壊したくてじゃってすごい。ありがとうございます。うん。あのね一緒に歩きたいんよね。うん。信頼できるパートナーになりたいじゃって。チームランクが S?S?A?A? でもダメなんちゃう？あの、うん、すごいいいラストじゃねえ。ね、すごい、うちもすごい、さっきの小栗ちゃんのあのうちの想像を超える走りにすごいね、胸を打たれたんね本人。
かったよ。うん、管理主義体制を撤廃し、理事長代理のポストを降りた。うん、青春杯を行う可能性やチームトレーニングの優位性から各チームの存続が決定したのじゃった。うん、ねえ、すごい。チームファーストはここからじゃね。すごい、もっともっと強くなるね、絶対。まだ終わらんの？もうエンディングじゃね、はい、スタッフロール流れるね、これ。あ、トレーナーとして。うん、ねえ、すごい。キリュウインさんと一緒にカラオケ行くね。トレーナー、ほら、ねえ、すごい、モテモテじゃねえ。こら。よかった。ねえ、あの、ねえ、すごい。ねえ、自分も成長しておかんと気を引き締め直さんといけんね。つわもの準優勝じゃねえ。そうね、ねえ、リコちゃんよかったって思っちゃったけど、そうね、URA ファイナルズが残っちゃるね。え、でもうち参加できるんかな。ねえ、いつもとちょっとなんか、いつもの URA ファイナルズとなんか雰囲気違う気がするんじゃけど。せーの、送りキャップ。すまない、少し休ませてくれ。絶対練習できんね、絶対練習できんね、これ。お休みじゃね。少し疲れがあるみたいだ。あ、中村さん、ID ありがとう。このタイミングで。ほんまに。春予選で5位以内になると確かチームメンバーのステータス。え、それでも勝てるわけではないの、ヘイストラさん。ああ、あれじゃね、これ寝不足じゃね。うん、マヤ、ありがとう。うん、おにぎり食べながらコース走っちゃった。うん、走りながらご飯食べちゃったらすごい、あの、胃がパニックになってしまうよ。あ、寝不足にはなっちゃうわね。最高のコンディションだ、感謝するトレーナー。中村さん、今のちょっとうちね、すごい育てちゃうとね、バクチンちゃんとかもそうじゃったけど、みんな寝不足になるんよね。賢さトレーニング。
84ね、たまちゃんのツッコミね、すごい、ね、明るくなれるね。今はちょっと貯金かね、これは貯金な気がするね。あ、ね、夜更かし気味じゃったらいけんかったね、今の。はい、これはちょっと故郷の人走るね。まずは予選じゃね。スキルを買うことがあったらあるね、決勝戦じゃね。うん、お疲れ様です。ねえ、ためちょくね。あ、ヘイストラさんありがとう、頑張るよ。うんうん。あ、ちょっと待って、あの中村さんの ID ちょっとコピーしときたい。後で配信終わったらね、あの申請しとくからちょっと待っちゃってね。はい、ね、最高のレースにするけんね。あ、リコちゃんにはね、ハタタコンさんね、どうしたらよいじゃろ。でもみんなね、のびのびとやっとるからね、すごい難しいね。注目の2番人気18番モグリーキャップ。1番誰ね。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。6番人気1番桜爆心王。これ以上ない仕上がりですね。前目につける先行策で爆心ちゃんが1番じゃ ね。1番人気は2番ハイキシャート。4番人気は3番ダイワスカーレット。7番人気5番ゴールドシチ。3番人気は6番サイレンススズ。18番人気は8番5番人気9番エルコンドルパーサー。10番人気12番14番17番人気12番人気。あ、ツインターボちゃんじゃ。8番人気は17番ツインターボ。あ、月縄さんそれ良いね。アロマキャンドルとかが良いね。うわ、ツインターボちゃんかわよいが。注目の2番人気18番オグリーキャップ。ちょっと待ってね。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。ちょっと待ってね、音声ちょっとチェックするが。はい、一番外じゃね。あ、ターボちゃんもちろんスキルが面白いの。そうじゃね、サイレントスズカちゃんが厄介じゃね。あ、にゃんこさんありがとう。うちもね、買ってくれると信じちょるね。行ってくる。行ってらっしゃい。ねえ、なんか横画面になったっけ、なんかエイスかっこよくなった気がするよ。美しい青空が広がる阪神レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。各馬娘の構想が期待できます。さあ、1番人気の紹介です。待機シャトル虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はサイレンス鈴鹿。対抗するのは秋の三冠馬娘オグリキャップ。真っ向勝負に注目だ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。頑張ってほしいね。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはダイワスターレット、ツインターボ。15番期待通りの結果を出せるか。1番人気ハイキシャトル。さあ、激しい先行争いで前に出たのはツインターボ。早くも激しい競り合い、内から行くダイワスターレット。15番追走、すぐに続いて16番少し後ろから。11番外を通りまして、青春天下発動してるね。サイレンス鈴鹿。8番外から行く。7番並びかけてきた、少し後ろから。10番そのうち並んで、ゴールドシチー少し離れて、エルコンドルパサー。そして外目を突き出しては、ね、月野さんね、買ってほしい、買ってほしいよ。並んで桜爆心王。でもさっきのね、ココンちゃんの逆のことも金とも限らんけんね。最後の局面です。互いに足を溜めている展開。このまま直線での争いになるのか。ライクシャトル外で足を溜めています。ダイワスターレット、ここで抜け出した。ガ
い、頑張れ、半分過ぎたよ、半分過ぎたよ。位置取りもすごい完璧じゃねえ。飛び込んできたオグリキャップ、外から飛んできたのはオグリキャップ。さあ、これから高くスカーレットちゃんに追いつける、追いつける。オグリキャップ先頭は変わらず、ダイラスカーレット。3番手争いはゴールドシティ。勝利の鼓動オグリキャップ抜け出した。速い速いオグリキャップ。おー、すごい追い抜きじゃね、今の。ぬるっときたね、ぬるっと。2着にはダイバスカーレット、3着ゴールドシチ。よし。おお。お腹が空いたな。ナイス、ありがとう。パチパチありがとう。ねえ、よしよしありがとう。ねえ、まずは予選じゃね。ちゃんは2位以下だと固有が出るから。あ、ねえ、ステータス的にも予選と決勝大丈夫？ねえ、次も必ず勝つよ。頑張ってください。クイーン54のスキルもらえたね。すまない、少し休ませてくれ。 16% じゃね。あ、でもお勉強できるね。はい、じゃやりましょう。もうあ、魂爆発じゃね。展開伺い、うん、ねえ、そこそこの評価もらっちょるね。最高のコンディションだ、感謝する。まだ貯金かね、まだ貯金かな。すごい、たくさんありすぎてどれ選んだらいいかよくわからんね。でもサシの戦法じゃったらポジションセンスね。えコーナー加速取れたらすごい強そうになる気がするね。このレースは故郷の人たちにも見てほしいな。馬込みって強いの？馬込み冷静。じゃあちょっとあれね、馬込み狙うね。ちょっと足りんかったね。はい。トレーナーさん。バッチリじゃね、バッチリだよ。頑張ってください。ねえ、うちあのねえ、あのリスナーさんのみんなが後ろについてるんじゃもう全然怖いもんないね。17番オグリキャップ、4番人4番。ライバルたちは強力ですが構想を期待したいですね。ケボノちゃん8番人気18番、ヒシアケボ2番、15番人気です。12番人気は、フラワーちゃん7番人気は5番、西のフラワー。ヘイヒトラさんはスタミナ強なんね。うちあのスピード信者じゃねえ。5番人気6番、スペシャルウィーク7番、スタミナもね、あの上げられるようにしたいな。このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。11番人気8番、2番人気は9番、マルゼンスキ。これ以上ない仕上がりですね。相性抜群のマイルで、それすごい欲しいね。素晴らしい走りを期待したいですね。17番人気10番、10番人気13番、6番人気は、もうタキオンちゃんおるね。アグネスタキオ1番人気15番、アイネスフージンちゃんが1番ね。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。4番人気は17番
オグリちゃん、これ以上ない仕上がりですね。ちょっと待ってね。衣装セットできたね。はい。アイニス風神ちゃんかわいいよね。育ててみたい。ねえ、そう。逃げがすごいうち苦手じゃね。タキオンちゃんもね、油断できんね。でも外回りじゃね、外回り。ワンちゃんあるね。行ってくる。アイニス風神だってまだ育てられんのじゃね。ねえ、モデルできちゃうんじゃからね、あの育成させてほしいよね。美しい青空が広がる東京レース場。カイトさんじゃん、こんばんは。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。アオハルハイはね、結局ね、勝てんかったんよ。今ね、ファイナルズ行っちゃうよ。続く2番人気はマルゼンスキー。注目の秋の三冠馬娘、オグリキャップ。8枠17番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。頑張ってほしいね。さあ、ゲートが開いた。頑張って。各娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。これから第2コーナーへかかっていきます。もうすごい。3人。ホノブルボン。マルゼンスキー。3人ぐんぐん行くわ。期待通りの結果を出せるか。1番人気。アイネス風神。ミホノブルボン。会長に飛ばしていきます。花を奪っていったのはミホノブルボン。第2コーナーを抜け、早いね、早いね。向上面に入った。先頭をかけます。ミホノブルボン。続きました。マルゼンスキー。激しい先頭争い。外にはアイネス風神。外を回ります。上がってきたわね。中盤に追い抜くと。レンちゃんもあの差しとか先行の子が一番強くなるね、そのスキル。外目をついて。13番。その外並んで。仕上げ物。10番。レンにスキル発動してるよ。スキル発動してるね。16番。そして内目をつきましては、オグリキャップ。一馬身離れて。うん、前塞がっとるね。前塞がっとる。4番。2番。最後方からという体勢であります。ミホノブルボン。進みますが、これは正解でしょうか。半分過ぎたけど、どうやろう。アンファル転換。大欅を越え、4コーナーへ。先頭は宮田のまま。これは確定勝負。アイデス風味。まだ抑えのままだった。とにかく先頭を伺うのは、マルデスキー。オグリキャップ。ここから仕掛けどころだ。最終抜けられんね、抜けられんね。先頭は日本のブルボン。並んでくる。オグリキャップ。平行まで400。ここでかわして、先頭はマルデスキー。オグリキャップ。内を突く。すごい足だ。オグリキャップ。まくって上がってくる。オグリキャップ。オグリキャップ、足色は衰えない。カーカーエスという2番手争いはマルデンスキー。日本のブルボンを見せつけて、オグリキャップゴールイン。強い走りでレースを制した。オグリキャップ URA ファイナルズ準決勝を制しました。強いね、強いね。すごい、今まで勝ったね。2着にはマルデンスキー。3着に入ったのはミホノブルボン。よし。お腹が空いたな。中村さん、今のこじ上げ方すごかったんで、すごい。ゴリゴリのゴリ押しじゃったんで、すごい。ねえ、塞がっちゃったと思っちゃったうち。ねえ、直吉さん、パチパチありがとう。はたたこんさん、ナイスありがとう。あ、カイトさん、ナイスレースありがとう。ヘイストラさんもありがとう。ねえ、月沼さん、月沼さんの言った通りじゃねえ。ねえ、すごい。ねえ、ヘイストラさん、最後すごかったね。かっこよかったね、すごい。あ、レジェンド行ったんね。はい。ね、あと決勝だけじゃね。素晴らしいです。ねえ、すごい。終わってみたら完走じゃったね、すごい。出たし、すごい心配じゃったんだけど。ねえ、すごい。ハラハラするね。頑張ってください。応援しとるとすごいドキドキするね。うちね、ウマ娘、初めてからの、みんなに教えてもらったね、天皇賞、秋で、コントレイルちゃんが出ちょる、さんが出ちょるね、レース見たんじゃけど、
ね、ホニャの抜けてくる 馬のね、すごい走るのすごい圧巻じゃよね、あれ生で見ちゃったらすごいカラカラするじゃろうね、やっぱり。はい、衣装に見合う走りを見せたいんだ。トレーニングできるかね。爆発しそうな子おるかね。うん。あ、でもあれじゃね、これ爆発しそうじゃね。爆発せんねん。いい調子だ。何でも言ってくれ。うまこみ、うまこみ。はい。あとなんかね、化粧で取れそうなあるかね。本間距離。最高のコンディションだ。1600m じゃから、こう本間距離いけるね。このレースは。おお、本間距離、本間距離取るね。あ、畑田君さん、ああ、ゲージがマックスになっちゃってもあれね、青い炎のマークでちょらんとダメじゃね、やっぱり。はい、でもこれで悔いはないね。お、お、やれること全部やっちょるね。はい、はははうむね、すごい、いつもの URA ファイナルズのお話よりもすごい濃厚じゃったね。頂上、うん、カイトさんね、クライマックスじゃね、すごい。ご健闘を祈る。うん、頑張るね。4番人気、10番オグリーキャップ、これ以上ない仕上がりですね。トマちゃん11番タマモクロス、6番人気、7番人気。トマちゃんが6番人気。グラスワンダー、ちょっと厳しいメンバーですが、マヤちゃん健闘を期待したいですね。2番人気、2番、14番マヤのトップが15番、16番人気、1番人気は16番、会長じゃん、シンボリルドルフ。パドックでも注目を集める。タンクイーンズのトラウマじゃねえ。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。差しじゃねえ、差し。17番キングヘイオ、ちょっと厳しいメンバーですが、ヘイストラさん、ご健闘になる、ありがとう。18番、9番人気、1番、もうこれ以上できることないよ。3番、5番、ハッピーミークちゃんじゃん。3番人気です。で、ミークちゃんおるんじゃから、ココンちゃんとこおらんの。6番、8番、ナリタブライアン、5番人気です。4番人気は10番、オグリーキャップ。ライバルたちは協力。グラスちゃん、マヤノちゃん、会長、キングね、あのキングヘイローちゃんね、あのうちバクシンちゃん最初育ちよった時じゃったかな、あの気がついたらね、すごいあの後ろにおると思っちゃったらもうね、すぐ近くにおって危うく負けるところじゃった時があって。ヘイソンさん、本人、それ本人、え、条件満たすと出ることあるんね、戦いたい、すごいね。ココンちゃんとのレース、今日一番の盛り上がりどころじゃったんね、本人。行ってくる。行ってらっしゃい。チャンピオンになって帰ってきてね。月沼さん、めちゃめちゃ強いの？ねえ、
ちゃろうね、やっぱり。上空には灰色の空が広がる東京レース場。ピコちゃんが育てておまじゃもんね。天気は何とか持ち答え、両ババの発表です。天気持ってくれるといいですね。一番人気はもちろんこの子、シンボリルドルフ。二番人気を紹介しましょう。マヤのトップガン、注目の秋の三冠馬娘、オグリキャップ。5枠10番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘にゃんこさん勝てるかな、勝てるかな。勝負じゃねえ。今スタートが切られました。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは18番ハッピーミーク、1番シンボリルドルフ。上がっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気シンボリルドルフ、18番会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは会長が会長に飛ばしてるね。できるか。先頭から大きく離されて2番手は7番、そのうち並んでハッピーミーク。少し後ろからマヤのトップミークちゃんね、すごい走ってる姿の可愛い子。そしてその外を回って3番並びかけてきた。少し離れてる。おおすごいすごいすごい。並んできた。外から行くオグリキャップ。青春天下。少し後ろからリンヘイロー。少し離れて2番、さらに浜のクロス。そしてその外からどんどんスキル発動してるね。大欅を越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まると。シンボリルドルフ、外で足を溜めています。オグリキャップ、オグリちゃん頑張って。あー抜けられる抜けられる、半分過ぎた。シンボリルドルフ、あとちょっとあとちょっといける。頑張って頑張って頑張って。にゃー、様子を見守る。最終コーナーまで最初に立ち上がってのは10時間のマヤのトップだ。先頭に立ち上がってきたのはオグリキャップ。オグリキャップ並んできた。オグリキャップ中段を目指して加速する。残り2キャップ。オグリキャップ動かして上がってきた。オグリキャップ、足色は衰えない。オグリキャップ、突き放せ。オグリキャップ、一着でゴールイン。実力をいかなく発揮し、レースを制した。オグリキャップ URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着グラスワンダー、3着に入ったのはキングヘイロー。よしやったね。ここがスイートマン。なんでなんでなんで今のすごい。あとでちょっとうちアーカイブ見直すね。ちょっとすごい勝ったんですごい。ね、みんな応援ありがとう。ねえすごい、ま負けたと思ったね。ちょっとうちもおー、あーだ、お団子になっちゃるね。これちょっと抜け出せんで、ねえ、負けちゃうねって思っちゃったんだけど。ねえ、すごい。うまぴょいじゃね。あ、にゃんこさんに気づかれちゃる。うん。うちもね、あれね、ジョーク言ったね。ねえ、すごい。今のかっこよかったね、すごい。今のすごいかっこよかったね、すごい。今のすごいかっこよかったね、すごい。にゅー。はい。ライブ見るね、ライブ見るね。もう、絶対次予算ね。はい。みんなね、すごいコメントありがとう、本人。ね、すごいパチパチありがとうね、みんな。うまぴょいの時間じゃね。Thank you.
発じゃね、本人。みんな、相葉コールありがとう。マピョイコールありがとう。あっぱれ。ねえ、すごい。できたね。ちょっと待ってね。よいしょ。はい。ねえ、すごい。パチパチありがとう。カイトさんありがとう。ナンケチさんありがとう。みんなありがとうね、本人すごい。本にこのノピューをする時間すごい楽しみじゃねえ。ウマ娘会に希望の低速でよかったんじゃこの刻みつけてくれたその走りに感謝を。そして祝福優勝おめでとう。はっはっは。ねえ、最高のウマ娘のトレーナーになれたんね。失礼します。おう、おとなしさんじゃね。あの、トゥインクル増刊号何が書いてあるんじゃろう。ねえ、この青春杯の3年間すごい濃密じゃったね。あの、何が書いてあるんじゃろう。うちらに送る言葉。ええ、ファンレター。すごい。いつもここね、すごい、あの、育てる真娘によって違うけん楽しみじゃったね。ねえ、すごい。もうね、ファンレターで数ページ。ねえ、すごいね。お願いいたします。もちろん。ねえ、すごい。嬉しいね、すごい。うん。素晴らしいにゃ。はっはっは。アンハルハイね。負けてしまったけど、でも、うち悔いはないね。悔いはないもん。よし。トレーナーよ、にゃにゃ。はっはー。ねえ、いや、チームファーストのおかげじゃね。見事、にゃ。What? ハッピーですね。ねえ、すごい楽しかったね、すごい。ねえ、すごい大変なこともあったけど、思い返せばね、すごい良いイベントじゃったね。うむ、あっぱれ。もうこれアンハルハイリベンジしたいね。グッドエンディングじゃねえ。あるイベント？の。あるじゃねえ、故郷に。またブロスさんが言っとったの、小栗ちゃんコールじゃないかね。
ねえ、オグリンかっこよかったね。ありがとう。あれね、ふるさとの人も読むね。うん、そうね、応援してくれるファンの顔。ね、今日はね、そう、おぐりちゃんが楽しむイベントじゃね。ね、いいね、いいね、全然いいね。わかった。うん。うん。あ、かわいい。かわいい。うん。ね、悪い気はせんね。さんね、オグリちゃんは地方から中央へ競馬時代を盛り上げるきっかけになった馬さんね。ねえ、本当に有名で愛されちょる。ねえ、あのぬいぐるみ本に可愛かったもん。みんなのアイドルなんじゃね、本に。おぐりちゃんと一緒に走るね。やるぞ。あれね、おぐりちゃん絶対手抜かんじゃろうね、本人。これね、これね、うちはこれが見たかったんで、ね、もう竹さん、しげさん、とめさん、みんなね、土手に食べるね。ヨネさんもおるね。あれじゃね、すごい、あのシンデレラグレーで出ちゃったすごい大きいおにぎりじゃね。ねえ、すごい。どやどや、あ、たまちゃんじゃな。ねえ、仲良し3人組揃ったんね。うん、4人組じゃねえ、4人組じゃねえ、いなりちゃんじゃねえ。いっぱい甘えてください。笠松から地方へ、そしてアイドルホースとしてね、すごい。本当にシンデレラストーリーじゃねえ。ありがとう。あ、ヘイストラさん、ずるい。うち週末に撮っちょるんに。土手になったの？もう、うちも、金曜日、でも金曜日はあるじゃね、あの、愛知の予定入っとるね。もう、週末に我慢するね。トレーナー。ね、すごい、ライブ。いや、うちもね、うちもじゃね。おぐりちゃんコールじゃね。な、それ聞くかね、やぼじゃね。ね、みんな楽しかったね、すごいね。このレースもすごい盛り上がったよ、本人。もちろんじゃね。ありがとう。ね、すごい、アンハルハイのレースうち忘れんよ、本人。特殊実況もあるの？あ、スキル溜まっちょるね。はい。あ、そうなんや、金曜日はね、すごい。バナナいるかもしれんね。
こつけちょるとかね。これがぴったしじゃね。コーナー加速じゃね。コーナー加速にするね。はい。ねえ、すごい。みんなと実況できてすっごい楽しかったね。有馬記念で一着になると？すごい。ねえ、馬娘、シンデレラグレイ。プリティダービーってあのタイトルついてらんのよね。なんか。はい。もう、ね、すごい再現したいね、すごい。トリプルティアラとからなんか実況、こっちょるみたいじゃもんね。はい。やったね。にゃんこさんの推し馬？にゃんこさんの推し馬誰じゃろうね。すごいね、馬娘化したらすごいね。どんな子になるか楽しみだよね。あのどんな子になるかも楽しみだし、お話がすごい楽しみじゃね。ね、やっぱりもう時間かかってるね。やっぱりこのストーリー作ってる系じゃどっち思うね。こんなに面白いんじゃもん。一生懸命作っちょるよ。うん。あ、ね、すごいランクへ。あ、みんなありがとう。パチパチありがとう。ね。いや、すごい楽しかったね。すごい。あ、G1 ハンター？あ、良い因子なの？今の。チームのつながり。そうなんちょっと今うち、何がいいじゃろう。G1 ハンター。はい。ちょっと今、うちよく見ちゃらんかった。あ、これかね。あ、にゃんこさんのノースフライトね、ノースフライト。推し馬になってほしいね、すごい。はい。一番じゃね。はい。あ、なんでこれ。ありがとう。確かな成長を感じるよ。ね、G1 じゃね、G1。はい。写真 S じゃったら完全適正。ほん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 。完全適正ってなんじゃろう。ちょっと後で調べんといけんね。はい。あ、ガチャチケット、ガチャチケット。チーム編成。はい、お任せ。はい。これあれかね、あのガチャできるかな。はい。はい。ホームホーム。ねえ、今ヘイソンさん。タマト。ねえ、今ちょっとうちも気になったんじゃけど、ダートじゃなかったね今の。だが聞いてくれ。達成。はい。確認を忘れずにな。あれじゃね、ガチャチケットや、ガチャチケット。お知らせが届いているぞ。あ、中村さんお疲れ様、ありがとう。ガチャしてレジェンドレースじゃね。エアグルーヴちゃん。はい。みんなよく携帯を使いこなせるな。完全適正は客室距離場一度に震えたりするのに3つがびっくりしないのか。 S になること。はい、ちょっとガチャするね。ガチャしてレジェンドレース走って終わりにするね。はい。いいの来てくれると良いな。
夫なの？明日以降の方が良かったね。ああ、回しちゃった。サポートは今日回しても大丈夫じゃね。あ、言うちょったね。そういえばメジロドーベルちゃん来るんじゃもんね。はい。はい、スペちゃんだね。ああ、ありがとね、すごいアドバイス。ごめん、うちがすごいせっかちになってしまったんね、すごい。ちょっと次回すときちょっと待つね、ちょっと。うん、ありがとね、すごい助かるんよ、ほんとに。はい。これで大丈夫じゃね。で、次行くね、これじゃね。レース。レースにエントリーですか？はい。どうぞ、お手柔らかにお願いします。アグネスちゃん、すごい、服派手じゃねえ。万能オタク娘？うん、ありがとう、ヘイストラさん本人。はい、桜爆心王です。あ、うん、後でね、送らせてもらうけんね、中村さん。すごい、よろしくね、すごい。デジちゃん長押し？どうぞ、お手柔らかにお願いします。デジちゃん長押し？おお。なんでこのスキル？トートミラストスパート。レース終盤で2回追い抜くと間近で拝むウマ娘ちゃんのあまりの尊さに。なんでこのスキル。中村さんのところ鈴鹿ちゃんが頑張っとるの？ノンストップガール。おお。こんなスキルもあるんじゃね？ママニア。ねえ、デジちゃん可愛いよね、すごい。お洋服がすごいね、カラフルなんよ、すごい。マコミ冷静入っちょる。中距離の芝じゃねえ。はい、桜爆心王です。せっかくじゃからあれね、オグリキャップだ。よろしく頼む。せっかくじゃからここをおぐりちゃんで行くね。おい、あ、絶好調じゃね。にゃんこさん、デジタルのストーリー面白い？あれじゃね、ちょっとストーリーだけ絞ってね、配信しても良いかもね。はい。実力は引けを取りません。おー、寂しいじゃね。18番、オグリキャップ。一番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。3番、7番人気です。15番人気は5番、7番、ペラオちゃん。ペラオ4番人気です。6番人気は9番、8番人気は11番、14番、17番人気です。3番人気ドトーちゃん。16番、名称ドトー。17番、アグネスデジタル。1番人気です。これ以上ない仕上がりですね。一番外側じゃねえ。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。注目の2番人気、18番、オグリキャップ。一番人気こそ譲りましたが、はい、素質は負けて。雨降っちゃうね。雨の音がするよ。うん、レジェンドレースは校長以下の場合はパフェ。うん、大事なレースだから頑張るね。はい、行ってくる。でもね、パフェね、パクパク食べさせとったらね、どんどん数なくなっていくんよ。
いにくの雨が芝を濡らす東京レース場、馬場状態の発表は主となってしまいました。注目のオグリキャップ、十分に勝利を狙えますよ。スタンドに押しかけたファンの期待を一心に転転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 転花を奪っていったのは13番、どうなるね、どうなるね、マエストロー、マエストロー、ねえ、オグリちゃん頑張ってほしいね。スキルバンバン発動してるが、およそ13馬身。さあ花に立ってのは1番、このままリードすることができるか。さがなく13番、13番、ピスタルちゃんもナイトロに早いね。2人がレースを作りそうですね。現在1番手は13番、続きました1番、その後ろ4番、4番手には名称怒涛、5番手に AM を相手が B プラスね。2番、少し離れて14番、外から外から15番、内を回って8番、少し離れてオグリキャップ、アグネスデジタル、ここにいます。1馬身離れて12番、少し離れて6番、それを見るように9番、すぐに続いて5番、相手が B プラスだったら合格じゃねえ。2番手に11番、最後方3番、意気揚々と先頭行きます。13番、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。木が見えね、木が、木で見えね、一息つけるといいですが。大きな木を越え、4番超えたよ、4番超えたよ。はい、はい、金美化スキル来たね、金美化スキル来たよ。13番、アグネスデジタル、不気味に息を潜める最終コーナーを曲がって、最初に駆け抜けてきたのはオグリキャップ。オグリキャップ、ゲンジちゃん向けとる、ゲンジちゃん向けとる。総合体栄光まで4軸、オグリキャップ先頭は、オグリキャップ、これは強い、オグリキャップ、これは強い。余力を残したまま残り200、余裕の走りだ。2番手のことは縮まらず、これは圧勝だ。オグリキャップ大差で今ゴールイン。圧倒的な実力と見せつけ、すごい一気にまくったんね、すごい。消耗戦勝ったのはオグリキャップ、2着はアグネスデジタル、3着に入ったのはテイエムオペラ王。おお、ねえ、ちょっとよし、あれじゃね、運が良かったんです、すごい。デジちゃんね、すごい固まって出られんかったもん。はい、次、はい、ね、すごい中村さん、ありがとうね、本人感謝ね、本人。カイトさん、ありがとう、ナイスレースじゃったね、本人。あと2回走れるよね。ね、すごいいい展開じゃったね。あれがなかったらちょっと分からんかったかも。せっかくじゃからもう一回出れるかな。パフェ垂れちょるかな。オグリキャップだ、よろしく頼む。もうこれはもう、はい、大気シャトルです。オグリキャップだ、オグリちゃんしかおらんよね。勝てるかな。あ、不調じゃん。パフェ実力は3回、あと2回じゃねえ。2番人気は14番オグリキャップ。1番人気こそ譲りましたが、他の子は変わらんのかな。14番人気、あ、他の子は変わっとらんね。8番人気は9番、はい、17番、11番人気です。ね、このうちのおぐりすごい強い。今回も買ってほしいね。行ってくる。あ、またお隣さんじゃね、またお隣さんじゃ。今どうなるんじゃろう。足元悪い雨の中、東京レース場芝2000レジェンドレース、18人の馬娘たちが挑みます。注目のオグリキャップ、7枠14番での出走、人気と実力を兼ね備えたアグネスデジタル、真っ向勝負に注目だ。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。出遅れたね。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは17番1番テイムオペラを、ね、最高峰からのレースとなったオグリキャップ、大丈夫か。ちょっと厳しい位置ですが、ここからの巻き返しに期待です。さあ花に立ったのは1番、
このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは17番。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。1番会長に飛ばして行きます。離れちゃうよ。先頭は1番単身で飛ばして行きます。続いて17番激しい戦闘争い。2番3番手そして TM オペラを、すごい距離がちょっと短い気がする、ね、6番内から行く。外目をついて名称怒涛。16番水槽アクネスデジタル。この位置につけています。その内並んで9番さらにオグリーキャップ。1馬身離れて4番その後ろ5番少し離れて7番それを見るように8番外には10番後方2番手に11番18番最後方だ。17番先頭をキープ。これは面白い展開だ。どうなったね。このまま進みますか。これは大胆な作戦。波乱の展開になりそうです。先頭17番レースは淀みなく進んでいます。大きな急行へ4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。アグネスデジタルまだ抑えたままだ。オグリキャップ前を狙っているぞ。早いね相手。早いね相手。さあ彼が最初に仕掛けるのか。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。オグリキャップ、ディクさんと並んだね。ディクさんと並んだね。どっちどっちどっち。ニュー抜けたのはオグリキャップ。だが後続も追いすがる。オグリキャップ足色は衰えない。残り200。オグリキャップ頑張って頑張って。下がるアグネスデジタル。先頭はオグリキャップ。ニュー、オグリキャップ100歳以上の強さを見せた。見事な勝利です。勝ったのはオグリキャップ。2着にはアグネスデジタル。ベネディクトさん、センキュー。オペラをね、連勝じゃね、連勝じゃね。はい、お腹が空いたな。ね、次あれね、もう一回いけるね。もう一回、はい、あ、パフェパフェパフェ。ただいま限定セール中ですよ。お菓子と時計交換ありがとう。お菓子と時計買えばよいよね。交換ありがとうございます。はい、ねえ、にゃんこさんね、すごい。おぐりちゃんすごい強いね。さっき廊下でフリークに頭を撫でられたんだが、はい、寝癖でも立っていたのか。あと500でガチャできる。ルームマッチ、ルームマッチ、なんかいろいろあるよね。はい、レースにエントリーですか。これでラストじゃね。これラスト、はい、素晴らしい。もっともっと見せてくださいませ。はい、オグリキャップだ。よろしく頼む。レジェンドファイナルじゃね。ヘイストラさん、星さんのピースも限定ショップにあるときに買うと良いの。わかったよ、わかったよ。ん、キャンセル。普通じゃからこれはパフェ使った方が良いね。はい、実力は引けを取りません。2番人気は17番オグリキャップ、はい、12番人気は1番。もしさんのピースね、確かにガチャでもらえんもんね。はい、外側じゃね、外側じゃね。行ってくる。これで勝ったらあれじゃね、デジタルちゃんに3回勝ったことになるか。足元悪い雨の中、東京レース場、また雨降っちゃるね。芝2000レジェンドレース、18人の馬娘たちが挑みます。下克上は起こりうるのか。オグリキャップ注目株の馬娘だ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、アグネスデジタル。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは名勝怒涛。1番8番期待通りの結果を出せるか。1番人気アグネスデジタル。ええー、感じですごい手遅れちょらんもん。1番続いている。早くも激しい競り合い。3番手には3番、4番手には TM オペラ王。すぐに続いて10番、さらには13番、内から8番、向こう上面に入って先頭は2番。2番会長に飛ばして行きます。先頭は2番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは1番、そしてその後ろから行くのは3番。
10番並びかけてきた。その後から TM オペラ王1馬審査13番内には8番1馬審査名称ドット、ね、そして内目をつきましてはオグリキャップアグネスデジタル外から頑張ってほしい。内で4番その外側で6番で1馬審査5番少し後ろから15番さらに9番7番並びかけてきた。後方2番手に11番16番最後方からという体勢であります。真ん中過ぎたよ真ん中過ぎたよ。これは正解でしょうか。2番彼女の客室には合っていますね。2番まだリードをキープしています。続いてTM オペラを大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。オグリキャップ前を狙っているぞ。アグネスデジタルまだ抑えたままだ。いけるかないけるかないけるかな。ここで足を溜めています。TM オペラここで抜け出した。2番2番手につけ様子を見守る。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは TM オペラを内から仕掛けるのはオグリキャップ。頑張って頑張って頑張って外からアグネスデジタル驚異的な末脚。アグネスデジタル並びかけてきた。デジちゃんも早いデジちゃんも早い。ここで抜け出した。200を通過速い速いアグネスデジタルリードは2馬身。アグネスデジタル足色は衰えない。先頭はアグネスデジタル変わらない強さを見せつけてアグネスデジタル今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。アグネスデジタル見事に制しました。2着にはオグリキャップ。3着に入ったのは TM オペラ王。デジちゃん強いねやっぱり。2着か悪くない結果だねえ。ああ悔しいねえ。すごい今のすごい。やっぱりデジちゃんは強いんだね。ああねスキル出とらんかったねちょっと。あセールじゃねえ出るね。ただいま限定セール中ですよ。パフェパフェお見逃しなく。今のは一人ね。ありがとうございます。ちら内拉致にいると抜け出すのはちょっと難しいね。交換ありがとうございます。あ月の技はねレジェンドレース出たんじゃけど2回勝てたね。2回ちょっとね最後はちょっとねデジちゃんに負けて2位じゃねえ。ねえみんなありがとうね。そうやっぱりね時の運もあるね。はい素晴らしい。もっともっと見せてくださいませ。中村さんね本人そう最初のレースすごかったね本人。はい受け取る。はい金の結晶編ってなんじゃろう。限界を超えた力を引き出せると噂される金の解放結晶と交換できる。ん月の輪さんはウォッカちゃんで言っちょるの。ウォッカちゃんも育てたいね。スカーレットちゃんのライバルじゃもん。あ、限定ミッションもらい忘れん。あ、はい。これで大丈夫かね。カフェテリアは好きなんだが、はい、どうしても注目を集めてしまう。ね、すごい。ありがとうみんな。私はまだ馴染めてる。音楽聴けるね、これうまいね。はいかけらを20個集めると好きな鎖国1つを。え、すごっ、すごっ。カウントつできるの。携帯を使いこなせるな。いきなり震えたりするのに。え、すごい重要なアイテムじゃね。すごい重要なアイテムじゃね。え、ちょっと後でチェックしとくね。はい、じゃあね、ちょっとね、時間になったけんね、そろそろ配信レベルが上がったようだ。締めていこうと思うね。ちょっと待ってね。はい。ここまで配信見てくださってどうもありがとうございました。高評価とチャンネルの登録、どうぞよろしくお願いします。明日はね、またライバーのみんなで集まってね、映画一緒に見ようかなって思っちゃるんよ。これじゃね、これじゃね。明日ね、Amazon プライムでね、ランページっていう映画をね、一緒に見るんよ。もしよかったらね、みんなどうでしょうね、遊びに来てね。
なんかね、あのゴリラが出てくる、ゴリラが出てくる映画じゃから、うちもね、バナナ用意しとくね、バナナ。面白いね、面白いね。うん、なんかね、金曜日か土曜日はね、なんかそんな感じでみんなで集まって映画見れたら良いなって思ってる。うん、あ、中村さんありがとね。ちゃんと今メモ帳にあのコピーしとるから、ちゃんと送るからね。うちの方こそよろしくね。はい、あとね、宣伝なんじゃけど、あとね、もう一つ宣伝があってね、20日にね、うちの友達のライバーのね、ヒゾラシャルトちゃんがね、1周年記念配信するんよ。今ね、多分、あれじゃね、今ね、ゲーム実況やっちょるね。うちもね、後で覗きに行こうと思ってるんだけど、ね、みんなもね、20日とね、27日もね、また、記念配信やるみたいじゃけん、みんな遊びに来てね。はい。ねえ、すごい。ねえ、すごい。ヘイストラさん、1周年記念楽しみなよ。シャルちゃんね、もう、新衣装ね、届いたみたいでから。ねえ、うちも早く見るの楽しみなんよ。早く20日になってほしい。ほいでほいで。あ、あるじゃねえ。来てくれた人読み上げるね。ちょっと待って。レクイエム課長さん、来てくれてありがとう。アンさん、来てくれてありがとう。予定の主さん、来てくれてありがとう。つよしさん、来てくれてありがとうね。インコサスカイウォーカーさんも来てくれてありがとう。シロさんも来てくれてありがとうね。マタクロスさんも来てくれてありがとう。で、オグリちゃんのお話いっぱい教えてくれてすごい嬉しかったんね。サフラディンさんもね、来てくれてありがとうね。センキュー。ワコーさんもね、来てくれてありがとう。本人いつも来てくれて嬉しいよ。トニーさんもね、来てくれてありがとう。センキュー。ベネディクトさんも来てくれてありがとう。センキューベリマッチ。ニャンコさんもね、来てくれてありがとう。ね、推しのね、ウマ娘、来ると良いよね、本人。ナオキチさんも来てくれてありがとう。カイトさんもね、すごい来てくれてありがとう。みんなね、カイトさんね、今のドラクエの実況とかね、やっとるから、みんな見に行ってあげてね、すごい面白い日本に。みんなね、カイトさんのイケボ聞いていけば。ね、あ、ハタタコンさんもね、来てくれてありがとう。中村さんもね、今日来てくれてありがとう。後でね、ちょっと、フォローよろしくね。月の輪さんもありがとう、来てくれて、本人。ヘイストラさんもね、ありがとう。ね、シャルちゃん1周年記念、本人楽しみじゃね。はい。ほいじゃほいじゃ、みんな酔ったかな。みんなね、お疲れ様ありがとうね。うちはね、この後あれじゃね、かけらじゃの。ね、ランク上げられる、凸上げられるかちょっとやってみるね。はい。ほいじゃほいじゃね、今日の配信これで終わろうと思います。あ、中村さんね、うん、よろしくね。配信終わろうと思います。みんなお疲れ様。